はいこんにちはレクセニン人コーチの矢島です、えー、本日はですね六、えー、歩だけで学べる矢島の条文チェック講義ということでね、えー、今回まあこれ四回目になるんですけれどもまああの司法試験とね予備試験のまあ令和2年度のまあ試験がこうね延期されたということでまあちょっとその応援ということでね、えー、こういう形であの私の方で、えー、やらせていただいております、えー、で今回ね、えー、まあ一応ちょっとこの画面の方見られる方まああの YouTube なんかだとねちょっと画面が荒くてもしかしたら見づらいんじゃないかと思いますが一応ちょっと画面見られる方はね画面見てください えー、まあこのシリーズねあのー、今回で4回目でまあ今まであの債権総論それから債権総論にそれして契約総論で,で今回この 4つ目ということでね契約各論の贈与売買ということになってきますねでこれはの基本的にあのもう皆さんが自分でね各自お持ちのまあ6本さえあれば、まあ、ここにあの参加することができるっていうようなそういうまあ気軽にこう参加できるようなコンセプトでねやっておりますのでまあ,あ皆さんの方でちょっと6本の方をね用意してもらって、まあ、一緒にね見ていくことにまいたしましょうでまあ今日は贈与のところとね贈、まあ、与はあまり条文ないんですけど、まあ、売買のところは結構あのこう大事な条文がありましてでその売買のところっていうのは結構他のね再建法の他の分野のところ にこう影響するようなあの条文。 なんかもありますので、まあそこのところの大事なところをね中心にあのご説明したいなっていうふうに思ってますね。えー、まああの売買の最後の方にあの買い戻しっていうのがあるんだけど、まあちょっとそこは若干ここの講講座の中でね講義の中でやるには細かいのでそこは走りますけど、まあその手前のところで、えー、その大事なところをね、えー、ちょっとこう債券法全体がわかるようにですねお話をまあしたいと思ってますね。まあ債券法がまだよく分かんないっていう人はねちょっとこれを <laughs> あのきっかけにね、えー、ちょっと頑張っていただければというふうに思いますね。じゃあ贈与のところのちょっと条文をね自分、えー、皆さんの ね、各自の六歩で開けてください。まあ五百四十九条になりますね。まあ一応あの画面映しておきますね。まあ画質がね、YouTube で荒い粗くて見えづらいとは思うんですが、まあ一応映しておきます。 で、えー、549条ですけれども、ま,あ、まず贈与の、ねえー、条文確認していきましょう、えー、当事者の一方がある財産を無償で、ね、相手方に与える意思を表示してね、ね相手方が受諾することによって、その効力を生ずるんだってことになってますね、まあとでやるあの売買契約と違ってね、ね、まあ、こちらあの、まあ、返務契約で無償であるというところね、あとでやる売買はあ、その総務契約でね、えー、優償契約なんですけど、こちらはまあ無償返務。 というところにまあ特徴がありますね、まあ、ちなみに、まあ、学生契約であるという点とあと、特にこう、ね、あの書面じゃなければいけないとかっていう、そういう様式性がない不様式のまあ契約というところでは、まあ、贈与とあの売買はまあ同じですね、まあ、特徴的なのは、あこの贈与の特徴というのは、ね、売買との比較でいうと、その無償性、そして、えー、その返無契約、返性制というところですね。でえー、この条 ですけれども、まあ書面によらない贈与の解除っていうね、見出しになってますね。えー、で、書面によらない贈与は各当事者が解除することができると。で、ただしね、履行の終わった部分については、この限りでないってことになってますね。まあ、書面によらない贈与に関してはね。まあ、口約束なんかで、簡単にこう贈与をね、してしまう。う失墜してしまいがちなので。まあ、そういう点ではね、その契約解除を基本的には、こう自由にやらせてるということになりますね。ただ、この正し書きのところで、まあ、さすがに履行が終わった部分に関してはね。そこは、まあ。 相手方に対するこう信頼がまあ生じますので、ね、まあ、そういう点でその書面によらない贈与の解除が制限されているんだってことになりますね。ひ、まあ、一言で言うとこの、ね、こね正し書きの趣旨は、これはまあ信頼保護、まあ、相手方の、ね、信頼保護するっていうのがまあ趣旨でありますね。 さてで今度ね551条の方いきましょう、条でまず1項ですけれども、えー、贈与者はね贈与の目的である、まあ、物、または権利を贈与の目的として、で、えー、特定した時の状態で引き渡しね、ねまたは移転することを約したものと推定すると、これ、何の条文かと言いますと、これ、あの担保責任のね条文なんですね、贈与のね、まあ改正民法がね改正されて、あの旧法のとちょっとこう内容違ってるんですけども、まあ新法のねちょっとこの内容、じゃあこれからご説明したいと思って ますね。まあ、贈与契約ってのは売買なんかと違って、まあ、無償制ですね無償。無償契約ですよね。だから、そういう点で、あんまりこう贈与した人に対して重い責任を負わせてしまうのはね。売買と同じように重い責任を負わせるっていうのは、ちょっと酷だってことで。そこで、その贈与者の責任を軽減するね。えー、趣旨の、まあ、規定になってますね。えー、で、そこでもう一回改めてね、この五百五十一条の一項。なんですけども、で、責任軽減がされた結果、じゃあ、どういう内容の責任を負うのかというと、まさにこのね、特定した。 時の状態で引き渡しまたは移転することを訳したものと推定するってなってるんですけど、ここの意味がね分かってもらえればいいんですよね。で例えばなんですが、あのここの意味をねちょっとメモしておきました。まあ責任軽減の内容なんですけど、例えば典型的にはあの特定物の贈与の場合ね、えー、まあ当事者がねその物の個性に着目したねいるようなものを特定物って言いますが、まあそういった ね、特定物の贈与の場合ね、まあ、中古の自動車とかそういうね特定物の贈与の場合例えばですよあの契約締結時にすでにあの目的物にも欠陥があるんだという場合であってもそのほら 条文上特定した時の状態で引き渡しまたは移転することを訳したものと推定されるからもう契約締結時に目的物にねもうすでに欠陥があったんだとしてもそういうような状態のものを引き渡すことをね訳したものと推定されるわけなんですよだからまあ契約締結時にもうすでにも,うものが欠陥があったんだとしてもそれを引き渡せばあその約束通りの 義務をね、贈与者の方は尽くしたんだってことになるからね、約束通りの,その債務を履行したんだってことになるから、まあ、そこであの債務履行責任を負わないでまあ済むんだっていう話なんですよね、要は担保責任をまあ負わないで済むんだっていう話になってきますね。といいうううわけでそういう点でそ点特特にこれ特定物 の贈与に関してはね、えまあ顕著にあのそういう責任の軽減のところがまあ現れる。まあ感じになってますね。でちなみにまあ、これは難しかったらもうあんまりね、あの聞き流してもらえればと思うんですけど。種類物の場合は、まあこれはいろいろ考え方がありますけど。例えばその種類物に関して、えー、そのまあ瑕疵があるような、まあ物をね、えー、こう提供しても。まあ特定しないんだっていう、まあ一般的なまあ見解に立った場合は。そうするとまあ贈与ね、あの種類物のまあ贈与をしたっていう時は、まあそのじゃあ、なんか。 契約の内容に合わないようなまあ、ちょっとね欠陥品を渡してしまいましたってなりますよね。でそうすると特定が生じないんですよ。ね特定のあの基本的な考え方からすると、じゃその後どういうじゃあ法律関係になるかっていうと、やっぱその増用した人っていうのはまあ、やっぱりその契約通りのものを相変わらずこの調達して引き渡す義務をま追い続けているので、まあ、そのままやっぱりこうねそれをあの義務尽くさないと債務履行責任。 まあ、要は担保責任みたいな感じでね、えー、その債務履行責任を負うことに今なってしまいます、ね、あで基本的にあの、あ後で売買のところで詳しく担保責任の話しますけどあの改正民法のもとでは担保責任と債務履行責任がもうほぼ同じ <laughs> ようなものになってしまって9法みたいに明確に、ね、あの債務履行責任と、えーそのえー、担保責任をもう分けないようにあのなってますね。まあ 改正法の前の話なんでね、まあ、改正法の前のこと知らない人は聞き流してもらって、まあ、構わないんですけど改正がされる前ね民法が今回再建法改正される前は、えー、その売り主の担保責任に関してはそのまあ契約責任だその法的性質が、ね、契約責任なんだっていう立場と、えー、まあそれは、ね、法定の責任なんだっていう、えー、そういう立場とでまあ対立してたんですけど新法の改正法の下ではあの契約責任だっていう、ね、立場を前提にえ条文があのできてるんですね。でその契約 責任だっていいう,うに考えていった場合それはイコールもほぼ債務履行責任と同じになってしまうので、まあ、そういう点で、ね、あの担保責任と債務履行責任が同じになっちゃったと、で後であの条文見ていくと分かるんですけども、その条文の構造もそんな感じなんですよね。あの 売り主の担保じゃあ、例えば、じゃあ、損害賠償請求とか契約解除するって言ったら、じゃあ、どの条文を使うのかっていうと、後であので出てくるから、まあいいんですけど、あの結局、債務不履行の条文を使っていく感じになっていくるんですね。債務不履行の,あの損害賠償の415条とか、あと、その契約解除に関してはね、債務不履行の解除としての541条のその債告解除と、その542条のね、無債告解除の,あの条文をまあ使ってやっていくことになってきますね。 楽になったんだと思うんですね従来は その法改正前はね例えばその損害賠償請求するにあたってもじゃあ契約解除するにあたってもねそれがじゃあその債務不履行の条文使ってやるのかそれともその特別なねその担保責任の条文使ってやるのかってことで、まあ、そこを考えていかなければいけなかったんだけど新法のもとではそういう区別をしなくてね済むようになって、まあ、基本的にはその契約責任担保責任の性質は契約責任でねその契約通りのものを渡さなかったらもう基本的には債務不履行責任という形で、まあ、債務不履行の条文をね使って処理ができるようになったんで、まあ、そういう点ではまあ 受験生が楽になったのかな？っていうふうにま思いますね。さてで、そこでちょっと話をね。戻すと、その今贈与の、えー、した贈与した人のまあ、担保責任の話をしていたんです。けれども、まあ、例えば種類物をじゃ贈与するっていうね。まあ、そのことを訳した人はまあ、例えば価値があるものをこう。 提供ししてもまあ特定なないわけなんですよでそうするとそのじゃあその後の法律関係どうなるかっていうと相変わらずその契約した通りのねそういう契約内容に即した目的物をその、ねえー、贈与するその引き渡す義務が相変わらずあることになっちゃうからそれを尽くさない限り、まあ、普通に債務不履行の問題としてまあ,あの担保責任ね、まあ、債務不履行と担保責任同じですけどまあ結局その損害賠償のまあ問題が生じたりね債務不履行で415条で損害賠償の問題が生じたりあとまあ契約解除ねでも実際まあ 贈与の場合って、あの契約解除をその受贈者の方がね、あのするメリットってあまりないんですけどね。なんでかっていうと、あ、じゃ、み、なんで、なんで受贈者の方が。贈与者がね、例えばこう債務履行をやった時に、なんで受贈者の方がね、その贈与を受けた人の方が。なんで、えー、その契約解除するメリットがないんですか。っていうと、あの別にあのじゅ受贈者の方っていうのは、自分で義務を負ってないんですよ。まさにヘム契約だからね、贈与契約っていうのはね。で、そういう点であんまりこうメリットが。 まないんで、まあ、実際契約解除するってことはあまりないんだろうけど一応理論上ね種類物の場合はまあ価ある物をこうねその欠陥のある物をこう引き渡してもね契約不適合の物を引き渡しても、まあ、結局相変わらずその調達義務を贈与者の方を追い続けてねで価値のないその契約の内容通りのものを引き渡す義務をってそれを例えば期限までに引き渡さなければ履行地帯の債務不履行になるしね 何かこう、利己不能になっちゃうとね、利己不能の債務利己になったり、まあ、するんですけどねで、それで損害賠償、契約解除の問題が、一応理論上はなるんだけどね、まあ、実際ずずずあの、贈与を、ね、譲り受けた、えー、人の方からしたら、おそらくあのその損害賠償ぐらいしかしないのかなっていう感じはしますね、実際上のところね。というわけで、まあ、これがね、551条の1項の、まあ、贈与者の担保責任ね。というわけで、まあ、話まとめますとね、あの特定物の場合はねあの、まあ、その契約時にすでになんか契約通りの、 性質を備えていない何か欠陥があったんだとしても事実上あの担保責任をねあのこう負うことはないと、えー、要は結局特定した時のあのものをね、えー、特定した時の状態のものを引き渡し引き渡すことを契約したというように推定されちゃうからまあ瑕疵ある物をね、えー、その欠陥のある物を引き渡しても別に何ら債務不履行がないことになっちゃうんですよねまあ一応こう推定規定なんでまあ一応例えば契約当事者の方でもう絶対にこれだけの品質のものをね特定物なんだけどもう絶対に欠陥がないこれだけのものをもう引き渡すことをあの 約束しますよみたいなことを言ってたらそれはその推定が覆されてねでその契約通りのものを引き渡さなかったらそれは債務不履行。 の問題でね損害賠償とか契約解除でさっきと契約解除は実際あんまり受蔵者の方はやらないと思うんだけど、まあ、損害賠償の問題になったりするわけなんですけどでもそういう特別なそういう契約がでもね特約がない限りは、まあ、基本的にあの特定物の贈与の場合はね、えー、贈与者の方はあおそらく責任を負わないことに債務履行責任を負わないことに今なってくるんだろうなという感じがしますよね。というわけでこれがあの贈与の、ね、担保責任のまあ新法のもとでの、ね、条文解釈でありました。さて で今度ね、ね一応負担付き贈与も見ていきましょうか、えー、551条2項ですね、負担付き贈与につきましてはね、えー、負担付き贈与っていうのはね、まあ、なんかあ、贈与って普通、返務契約なんだけども、まああの、受贈者の方も一定のこのね債務を、まあ、負担するようなもの、それが、えー、負担付き贈与っていうふうにあの言われます。まあ例えばですけど、えー、そのじゃあ なんかこうある人が賃貸不動産を持ってると誰かにこうねあの賃貸してまあ賃料収入を得られるような不動産を持ってるとでその不動産をじゃある人にねえ例えばじゃ自分の家族かなんかに今あげる代わりに。 例えばその賃料のうちね毎月じゃあ1割をまあこうくださいみたいにね例えばお父さんがその賃貸不動産をまあ管理して所有しているような中じゃあそれを息子にじゃあ贈与するとその代わり息子の方に対してねその毎月その賃料収入の中の1割はまあこうお父さんの方に戻してくれよというような形でやった場合はこれ,あれ一応こう贈与なんだけど、まあ、負担付き。 になってくるんですよねでそういう点で、まあ、2項ですが551条の2項をちょっと見てみましょう、まあ、負担付き贈与についてはね贈与者はその負担の限度において、まあ、売り主とまあ同じく担保のまあ責任を負うってことでね、まあ、本来その 担保責任というのは売買契約みたいに特にあの優勝契約その売買契約の優勝性にこうちなんでね、えー、その一定の責任を果たせない場合に担保責任要は今は債務履行責任と同じですけどまあその売買契約の優勝性にまあ鑑みてねそこでその担保責任というのがまあ生じるわけなんですよねで贈与契約というのはさっき言ったとおり基本変無契約でまあ無償契約なんだけど負担付き贈与、まあの場合はね一応まあやっぱその本責地は贈与なんで、まあ、無償は無償なんですよ 売買みたいな、ね、ところがまあ近いので、そういう点でその負担の限度で、ねえー、その担保責任を負うというまあ規定を、ねまああるまあ、当然のなんか社会常識的みたいな、社会常識的なその、ね、一般、多分素人の,人の価値判断を条文に入れたというまあ感じですね。そして今度 条に飛んでいきます、えー、こちら負担付き贈与についてはこの説に定めるもののほかその性質に反しない限りこちらの総務契約に関する規定を順用ねまあ、その上の担保責任のところはそのまあ実質的に、ね、贈与本来無償なんだけど負担付き贈与の場合はまあ優勝の方に近い優勝契約に近いような感じがあるから、まあ、優勝契約のね特質であるその担保責任をね、えー、その その負担の限度で負わせるって話なんですけど、えー、こちらの553条の方は贈与ってやっぱ本来的に変務契約でありましてでその総務契約をこう前提とする規定ってのは本来使えないはずなんですよだけどやっぱこの負担付き贈与っていうのはある意味ねその受贈者の方も一定のこう債務をまあ負担するっていう点で総務契約に近いところがある、まあ、本籍者はもちろんその変務契約ではあるんですけどでもまあ実質的にはね、えーその 総務契約に近いところがあるんだってことで、そこでまあこのね、でも無条件に総務契約、やっぱ総務契約そのものじゃないから、無条件無条件に総務契約に関する規定を準用するんじゃなくて、その性質に反しない限りっていうまあ留保がついてますけど、その限度でね、えー、この準用されるってことになってきますね。じゃあ皆さんに問題です。あのまあこれね条文、その性質に反しない限りっていう風になってるんですけど、そのじゃあその例えば同時履行の抗弁権。 なんかねそのあそうこの総務契約に関する規定の典型例としては、まあ、同時履行の公弁権とかあとあの危険負担のね536条の危険負担の条文なんですよ、ね、同時履行の公弁権533条あとあ536条のね1項とか2項で危険負担のまあ条文がありますけどこれが典型的に総務契約に関する規定、えー、ということにまあなってきますねじゃあちょっと皆さんに問題ですけどもあの、まあ、例えばこう負担付き贈与 でね、でそうすると今の553条からしたら、まあ、総務契約の規定が準用されますから、まあ、その典型的なものとしてじゃ例えば同時履行の公弁権ね533条、まあ、それ準用されるじゃないですかだけどその性質その等がいいその負担付き贈与の契約の、ね、性質考えたときにちょっとこれ、えー、同時履行の公弁権準用しちゃまずいなっていうものなんか具体で考えられますっていうとそれがあのさっきは私がねあの挙げた例な,ん例なんかもそこに当たると思うんですよね。お父さんんが子供に対してね、まあ、なんかこう 賃貸不動産をじゃあ贈与するとその代わりその、ねえー、賃料収入の1割を、えーまあ、毎月その、ね、自分の方にこうお父さんの方にバックしてくれっていうようなそういう負担付き贈与契約の場合これ同時以降の答弁やっちゃうとさそもそもほらその息子さんの方に収益させられないじゃないですかあのあの収益権をね収益を取得する権利与えられないじゃないですかだから今みたいな内容だとまずねお父さんが先にねその子供息子さんの方に、まあ、その賃貸不動産を、ね、先に贈与しちゃうんだと思うんですよね。でそそこからその得た毎月ねその時間 が立っていくことにまあ賃料が毎月毎月発生する,するわけですけどその毎月発生するごとの賃料をまあそのね息子さんの方がお父さんの方にもバックしていく形になるんだろうけどこの場合は賃貸不動産の引き渡しが当然先に千利口になってくるはずなんですよねその性質上ね。なんでそういう時はえこのねえその性質に反する反しない限りで丈夫になってるけど今みたいな。 事例だとね同時履行の公弁権に関して言えばやっぱその性質に反しちゃうから、まあ、順用をされないんだっていう形で、まあ、具体的にまあ考えていくっていう感じですね。まあ、というわけでまあこれが553条の規定でありますね。 さてじゃあ贈与はねこれぐらいにいたしまして今度、ちょっと飛びまして売買の方に参りましょうで今日はやっぱコアメインですね、売買のところねでそのまあ売買の中でも特にまあ大事な、ね、ところをあのしっかりとこうね理解してで特にこう再建法全体に関わってくるところねそこをちょっと気をつけて、えー、注意深くね勉強していただければ再建法が必ずね得意になるんじゃないかという,ふうに思いますね。 じゃあ見ていきます、売、え、買、ー、バイバイでまあ、一応まずね、555条、基本的な条文ですが、確認しておきましょう、売、え、買、ー、ですが、売、え、買、ー、はあ当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを訳し、えー、相手方がこれに対してその代金を支払うことを訳することによってね、その効力を生ずるんだってことになってますね。まあ、さっきの,あの贈与と違ってね、こちらはあの無償ではなくて有償でね、で、返務ではなくて総務契約ということにもなりますね。売買契約の、ね、主な えー、この、ねえー、権利義務に関しては条文を読んでいくと、ねまあこのねえー、売買や当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを訳しってなってるから、まあ、売買の,この、ねえー、権利義務のうち主なものってこの財産権の移転義務なんですよね。 でこの財産権の移転義務っていうのは具体的にはそのね例えば公自動車例えばある自動車をその売買の目的物にした場合はまあその財産権の移転義務っていうのがね条文上は財産権の移転義務ですけどその財産権の移転義務っていうのがまあ具体的にはそのねあるその売買の目的になっている例えば公自動車とかねおつ自動車とか兵自動車とかまあそういったもののまあその引渡し請求権っていう形でまあ具体化されてくるくるってことになりますねまあ条文上でも財産権の移転義務まあ抽象的に言えばね財産権の移転義務なんだけどそれが 事例に応じて、ねえー、その売買契約に基づく財産権の移転義務としての公土地のまあ引き渡し義務とか、持、えー、つ自動車の引き渡し義務とかという形でまあ具体化されるということになってきますね。まあ、条文上はそういう感じですね。まあ、財産権の移転義務というのが条文から直接結び、えー、導き出されて、あとはその具体的事例に応じてねその財産権の中身がまあ特定されてくるという感じになってきます。そそしてもう一つのそのね 権利義務としてはこの代金の支払いですね。えー、代金の支払い義務ということになります。具体的な話はとめますとね、まあ売買契約の場合は総務契約だからまあお互いにこう債務をね、対価的な債務を負担することにまなってきますが、まあ一つはその売買契約に基づくまあ財産権の移転義務なんだと。そしてもう一つがそのね、他方当事者の方は代金のまあ支払い義務。まあ買い主の方がね、代金の支払い義務。そして売り主の方がその財産権の移転義務を負うということになってきますね。でそれが対価関係に立っているのでまあ総務契約になってくるんだということになります。 で、えー、今度ね、ね、えー、次のところいきます、えー、手付けというところいきましょう、557条ですね、えー、手付けのところに飛んでいきますね、でこちら、えー、まず1個、飼、えー、い主が売り主に手付けを交付したときはで、これ、交付したときはってなってるから、これね、用物契約なんですね、手付け契約っていうのはね、まあ、用物性、まあ、普通売買に付随してね、やる契約。 手付け契約売買に付随しているまあ契約なんですけど、えー、こちら用物契約です交付した時やってなってるからねだから口約束だけでここにあの手付けにはなりませんね。だけでもう一回ね飼い主が売り主に手付を交付したときは飼、えー、い主はその手付を放棄し売り主はその売額を現実に提供してね、えー 契約の解除をまあすることができるんだってことになってますね。まあ何かね物を買ったときに例えばじゃあ二千万円ぐらいの何かね不動産を買うにあたってまあじゃあその一割とりあえずねまあ二百万円ぐらいじゃあ手付け出しとくかっていうような時にね、えー、そこを実際に手付けをまず交付しないとここで言う手付けの話にはまずなんないんだとそして。 え、手付けが、ちゃんとね、その手付けが交付されて、手付けが制約、手付け契約がね、その売買契約に付随して、手付け契約が成立した場合は、ですね、この後、今のね、条文ですけど、え、飼い主はその手付けをね、例えば今200万円、2000万円の不動産買って200万円の手付け交付した場合は、その手付けをね、放棄することによって契約解除できるんですよね。で、その手付け、 けの契約解除の特徴っていうのは、この五百五十七条の二項がありまして。えー、その五百四十五条の四項、これ、あの、契約解除の時にね。あの、これ債務不履行のね、解除の時に、あの、損害賠償の請求を妨げないっていうやつなんですけど。その規定が適用されないということになります。皆さんに問題です。あの、この条文の趣旨って何なんでしょうね。って言うと、あの、まあ、せっかくね、手付っていう制度を、まあ、ね、こう用いて。契約解除をしやすいようにしているのに、それであの債務不履行解除の、あのね。えー 時に損害賠償を妨げないんだっていう形で損害賠償をこう認めてしまったら。手付で解除する意味がなくなっちゃいますよね。なので、まあ、手付の解除をきちんとね。こう円滑に利用しやすいようにね、するようにするために。まあ、そのね、損害賠償はできないんだよっていう形で、あのね、処理がされているということになりますね。まあ、債務不履行で解除されたら、当然ね、その損害発生しているきは、当然損害も賠償しないといけないんだけど。手付解除の場合は、損害賠償しないで解除できるんだっていうところが、まあ、大きなメリットになってきますね。まあ、その代わり、ちゃんとこう、妖物性がある。 からね、手付付けを交付しなないいない <laughs> といいいとととうことになってきますねと同時にその、ね、飼、えー、い主はまあ手付けを放棄しないといけないという点で、ね、まあ、そういう点でここのところはまあ損しちゃいますが、それ以上の、ね、でも損害をまあ賠償しないでいいという点では、あちょっとこうメリットがありますね。あと、売り主の方からその、ねえー、契約解除、手付けで解除する場合は、売額を現実に提供、でこれは一応、口頭の提供では足りません、あのわざわざ条文に、ね、あのこの現実の提供ってあるんで。 まあ、口約束だけではなくてね、まあ、現実にまあ提供をしないとまあいけないということになってますね。えー、実際に相手がその受領拒否する可能性があるんで、現実にあのこちら、あの交付したときはっていう形にはなってないんですね、あくまでもその現実のまあ提供っていう形で、それで売り主の方はね、契約。 の解除がまあできますね売り主が、ね、解除したいというので手付けの場合、いあのこう現実に提供しても、ね、あのこの反対当事者の方がいやそんな解除なんか絶対嫌だよなんて言ってあの拒んじゃうときもあるんで,でそういうときにあの手付け解,解除ができないということになるとちょっとこかわいそうなんでね、まあ、そういう点で、まあ、現実の提供で、まあ、実際に交付までは、ね、こうしなくてもいいんだという形になってますねただしあの口頭の提供ではさすがに、ね、あのちょっと足らないというところで、まあ、うまくバランスとって今みたいな条、ね、文になっているということですね。 で、但しがきがありまして、557条のただしね。まあ、その相手方が契約の履行に着手した後はこの限りではないということね。まあ手付会場がいくらまあできるからといって。その。 売買のの、ね、当事者の反対当事者の方がもうすでにその、ね、方の債務の履行を着手しているような時にそれでこう、えー、突然こう、ね、手付けで解除されたら、まあ、ちょっとこう、ね、信頼を非常に害してしまうので履行、まあねえー、に着手をしたその相手方の信頼を保護するというまあ趣旨からです、ねえーまあ、相手が履行に着手した場合には、ね、その反対当事者の方は手付けの解除がまあできないんだということになってきますね。 まあ民法っていうのはね、こういう今みたいな形でうまい具合にこう当事者のね利益を調整するっていうような観点からこうルールがね決められてるってことなんですよね、もともとこういう条文がないとまあしたら、じゃあどうなっちゃうのかっていうと、それは裁判官がねあのこういう時はどうなんだって形でまあ判断することになるんだろうけど <laughs>、そういうことをやって恣意的にこう判断されないようにするために、ねこうやって典型的によくこう事例で問題になるようなものに関しては、最初からこう条文化してくれてね、価値判断を、そのお互いの各当事者の利益考慮をねした結果の価値判断をこうねルール化してくれてるっていう感じですね。 でそのルール化した理由っていうのがまさにそのその条文の、ね、趣旨にもなってくるわけなんですけどね、まあ、そんな感じですね。 さてででで今度すすね、えー、条に飛んでいきます、えー、これ結構わりかし使いどころがねあのこう、えー、いい条文でね使う場面が多い条文なんですけど559条この説の規定はでこの説っていうのはあのこのね売買の説のことを言うんですね第3説555条のすぐ手前のところで六歩を引くとね第3説で売買って見出しがついてるんですけど結局その売買の説 の規定のことを言います。でえ、559条はね。この説の規定はま売買以外の有償契約。まあ、あの例えばこうね。賃貸借契約とか、あとはま請、あ、負契約とかね。そういう。 売買以外の有償契約に今準用すると、まあ、ただ性質が許されるだけね、この限りじゃないってことなんで、まあ、明らかにこの売買の規定を、えー、このね賃貸借とか浮き湯の方に適用したらおかしいような準用したらおかしいようなっていうものはあのこう適用しないんですけど、でもそうじゃない限り原則的にはね、その準用ねされてくるという感じになってきますね。さて、えー、じゃ今度売買の効力を見ていきましょう。でここから先すごく大事になりますね。ここからがあの本番ですね。本日のね、えー、560条。 まず見ていきます。まあ見出しとしては権利移転の対抗要件にかかる売り主の義務という,ふうになってますね。で中身ですが売り主 は買い主に対し登記登録その他の売買の目的である権利の移転について対抗要件をま備えさせる義務を負うんだってことですね。これはあの法改正されて明文化されたものなんですけど、法改正前からも例えばその不動産売買したらね、えー、その単にその不動産を引き渡す現物を引き渡すだけじゃなくて、その対抗要件を備えさせると登記を例えば移転するとかそういう義務を当然売り主は負うっていうような解釈。 されていたんですけれども、そういうね、えー、権利の移転に対抗要件がいるようなものに関しては対抗要件をね備えさせる義務を負うっていうまあ従来のその解釈論をそのままあの明文化しているというそういう条文になってますね。だから別にあの改正の前後でここはあの何か実質的にね実質的に何か変更があったところではありません。従来の解釈論をまあ、その明文化しているというところになってきますね。 さてで今度561条いきますね、えー、見出しとしては他人の権利の売買における売り主の義務となってますで、えー、中身を読んでいきましょうまずね、えー、このね他人の権利ですが、えー、でまあ括弧書きの中でね権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部も含むですね、えー、でそういったいずれにしろね他人の権利 あるいはまあ権利の一部は他人に属しているときでもいいんですけど、一日そういうときに、えー、そういうものを売買の目的としたときは、売り主はその権利を取得して、飼い主に移転する義務を生んだということになってますね。条ねまあこれはいわゆる他人の物を売ったようなときの他人物売買の規定ということになってますね、560条ね。一応、他人のそのね一部、えー、その売買の目的物の一部が他人の権利の場合もそれも含まれるんだということになってきますね。さて、で今度次のところですけれども。 今度、ね、562条で飼い主の追加請求権というところになりますで、これ、すごく大事でこれがあのいわゆるあの担保責任の、まあ、規定の、ね、始まりになりますね。ねこ,こかららし,しばらくあの担保責任の 規定なんですすけどもも、まあ、とてもまあ大事なな条文になりますでいかにねここのこ,こから学ぶ条文を再建法全体との関係で整理できるかによってねその民法がまあ得意になるかそのまま得意にならないかっていうところがまあ決まってくると思いますね。条文をこうぶつ切りにして一個一個あのバラバラにして覚えるんじゃなくてね、まあ、この条文と他の条文との関係でどうなのかなっていうことを理解しながらいくとすごくねその再建法のところがまあ得意になると思います。ままず条のじゃ条文を読んじゃいましょう 562条1項引き渡された目的物がですねまあ種類、品質、数量に関してね契約の内容に適合しないものであるときは これ簡単な言葉で言ったら皆さん、どういう言葉に置き換えられます今のところね、えー、その引き渡された物がそのねここで、えー、その種類とか品質とか数量が契約の内容には適合しないと、それどういうことですかというと、簡単に言うと債務不履行をね、ね、えー、こういう対応での債務不履行があった時の話のことをしてるんですよね。まあ、契約した通りの、えー 物が渡されてないとこのね種類とか品質とか数量っていう点で、えー、契約した通りのものが引き渡されていない時のね、えー、ことをこう想定してるんだけど規定してるんですけどもこれってまさにあの債務履行の一類異ですよね、えー、でそういう話のところを今してるっていうのをちょっと意識しておいてくださいあの法改正前はねあの不完全履行なんてよくこう 債務履行でも履行地帯とか履行不能とかあの不完全履行とかねそういう,あのこう分類していて、まあ、今でも別にその分類してもらってもまあ構わないんですけどその中でもその不完全履行っていうふうにまあ言われるようなものの中のまあ一類型ですねでそれをまあ今,今日こういう形で契約不適合って形でまあいうふうになってますね、えー、契約不適合ねというわけでもう一回ですね 引き渡された目的物がで、これ一応物が引き渡されたことを前提にしてます。売、ま、買、あ、やってね、でもう物が、目的物がその、ちゃんとね、売り主から買い主に引き渡されてることが前提ですが、まあ、引き渡された目的物が、まあ、種類、例えば味噌ラーメンを頼んだのにね、なんか醤油ラーメンが <laughs> 来ちゃいましたよとか、あとまあ品質、 のところで言えば例えばこう特級酒をねそのすごくこう格の高い日本酒をじゃあ頼んだだけれどもなんかちょっと一つこうランクが下のね日本酒が来ちゃった品質がちょっとこう契約の内容に合ってないとかあとはまあ数量はまあ単純にね例えばシャーフあのビール瓶をじゃあ20本頼んだのに19本しかまあ来てないとかね、まあ、そういう形で えー、種類品質水量に関して契約の内容に適用しないものであるときはね、まあ、つまり従来従来でいうところの不完全利口の一対応ですがあまあそういうときはね飼、えー、い主は売り主に対して、えー、目的物の収保代替物の引き渡し不足分の引き渡しによる、まあ、簡単に言うと利口の追加請求ということになりますその上のところは例示でね収保とか、まあ、代替物の引き渡しとかその不足分の引き渡しっていうのは例示でありまして、えー、要は何を言ってるかっていうとこの利口の追加を請求要は約束通りの ものをねちゃんと契約通りのものをちゃんとこう引き渡すことを請求することができるんだということになってますね。でこのまあ562条のこの1項のまあ本文のこの意味なんですけれども別にこの条文がねなくてもねあのまあ契約 している以上ね、ね一定のそそのの例えばその種類とか品質とか、まあ、数量に関する物を引き渡すという約束をしている以上、まあ、先ほどの555条の条文、売買のね555条の条文で、まあ、財産権移転義務、要は、えー、その売り主っていうのは約束通りのものの、約束通りのね、えー、ちゃんと目的物を移転する義務を負ってるわけなんですよ。よだからこんなな条文がまあなくても普通に この追履行の請求っていうのはできるはずなんだけど、これ、じゃあ、あるこの条文の、ねえー、意味って何なのかっていうところ、ね、そこ、を気になりますよねでそこでこれちょっと改正前の話知ってないと、実はこの条文の実績ていうのは分かんないかもしれないんですけど、あの法改正前は、ねあの、売り主の担保責任の法的性質、売り主がこう、ねえー、例えばその契約通りのものをこう引き渡さなかった時に、担保責任を負うんだっていうあの理解を増してて、えーで、その法的性質はどうなのか。 ってこと考えた時に、それは債務不履行責任ではなくて、まあ、その条文にある法廷のま責任だっていうふうにあの考えてたんですよね。で、その時に、まあこれ聞き流してくれてもいいんですけどね、法改正前の話なんですけど、その特定物と不特定物とで分けて、特に特定物の場合はね、その当時改正前、まあ、現状引き渡し義務があるんだっていうことで、とりあえず瑕疵があるものであってもそのままですね、その契約時にもすでに何か瑕疵が あ,あ,あったようななでもねそ、えー、それをそのまま引き渡せば、まあ、債務利口がないんだあだけどそれだと売買契約の優勝契約の観点からね、えー、その均衡が保たれ保たれなくて不公平な結果になっちゃうから、まあ、そこでそのね、えーまあ、特定物の場合はとにかく現状を引き渡したりすればあの債務履行責任を負わないわけだからでもねそれで、えー、その優勝契約のちょっと透過的均衡に反するから何らかの責任を負わせなければいけないでそこで出てくるのが担保責任だっていう形でちょっと債務履行責任とはまた別の,あの法的性質のものというふうにあの捉え そういう点で債務履行の例えばこう損害賠償とか契約解除の条文はあったんですけどそれとは別に法改正前はね、えー、その特に特定物売買なんかを念頭に特別なその担保責任という規定を置いておかないとね売買契約の当事者の公平が図れなかったんですよ。ところがさっき言った通り新法 のもとではその担保責任の性質も今そのもう債務履行責任とも同じってことで特別の,その法定責任みたいなそういうあの発想はまあしてないんですよね。そこれ意味なくなりますよね、562条もう売買さえしてれば先ほどの555条で財産権移転義務でね種類とか品質とか数量は約束に従ったその契約に従ったものを渡す義務がまあ,あるわけだからそれをしてない以上契約に基づいて追加履行請求ができるのは当たり前なんでね <laughs> えこの条文なくてもいいんじゃないかなっていううに思うんだけどこれ、九法との関係なんですよね。まあ、旧法は今言った通り その特にこうね特定物売買と不特定物売買でこう区別しててねで特にあの特定物売買の場合はあの債務履行責任がまあ生じないんだとにかくその、ねえー、契約時にもう何かすでに、えー、滅出していたと一部が例えば滅出していたっていうような時でもその滅したものさえ渡せばもうその義務を尽くしたんだあ債務履行はないんだっていう形で、えー、債務履行責任を負わないでも担保責任でじゃあなんとか公平上がろうという形でやってたんですけど、まあ、今そういう ことを考えてないんですよでその9法の、まあ、要は考え方でいくと、えー、例えばその特定物売買の場合だったらその責任債務履行責に負わないんじゃないかだから追加請求ができないんじゃないかっていうふうにあの考えていくんだけど今はそうじゃないよってことがこの562条があることによって明らかになるんですね。 話をまとめますと、要はあの、新法の下ではね、もう今は特定物売買、不特定物売買をあの区別ましません。結局、種類とか品質とか、ま、数量に関して、契約に従ったものを引き渡さない限り、もうこの契約不適合責任という形で責任を問われることになってきますね。で、ここでこの条文の意味。 なんですけども一応、9法の下では、ね、特にこう、えー、特定物売買に関しては債務予行責任をこう負わないんだっていう、ね、そのおもちろんあの全管注意義務違反で債務履行っていうのはありうるんですけども、ねえー、その契約成立後にこう保した後に、えー、その物を引き渡す前に、ね、売り主の方が保管状態が悪いとその400条の、ね、全管注意義務違反で債務履行っていうのはあったんですけどでも、そうじゃなくて、ねえー、もう契約時すでに、えー、その物があその約束通りのもう状態じゃなかったっていう場合にそういう場合でもあの債務予行責任 追わなくてね、えー、一切、責任を負わ債務利行責任を負わないだけどそのお優勝契約の10日で均衡を、ねえー、図るためには担保責任っていうのがまあ,あったわけなんですけれどもおこの、えー、その従来の発想でいくと特定物売買の場合はここで書いてあるような追加請求なんかしなあのこう負わなくてもいいんじゃないかというふうにも思っちゃうんだけどこの562条があることによって普通に追加請求を、ねえー、することができるんだって形になってますね。 というわけで、まあ、こういう形でね、まあ、新法しか知らないと別に何でもない条文なんですけど562条ってねだけど、まあ、実はそういうあの改正前のお法律とのまあ関係でねこれをちゃんと562条っていうのを ちゃんと作っておかないと、ね、まあなんか特定物売買の場合はこういう形で追加履行請求できないんじゃないかっていうのツッコミが入っちゃうんだけどでもまあそうじゃないよと今は、まあ、特定物売買だろうが不特定物売買だろうが契約通りのものを渡さなかったらそれは普通にも契約不適合責任って形で、えー、この追加履行請求の問題になるんですよっていうねそういうあの条文になってるってことですね。そ、まあ、そんな感じでのの、まあの担保責任の法的性質がが、ね、変わっったこここととによって、ね、この条があることを あることの意味が、ね、特にこう意味が出てくるのかなって感じになってきますね。というわけで、まあ、これぐらいにしていきましょうか、まあ、結論としては、この562条の今、ね、まあとにかくその売買をした当事者はです、ね、そのとにかく種類とか品質とかその数量に関して約束通りのものをちゃんと渡さないといけないんだと、特に売り主のちゃんと渡さなければいけなくて、ね、でそれができなかった以上はこの、ね、契約不適合責任として562条の一の項本文でいうと追加履行請求。 の義務が生ずるんだってことになりますねであと、おまけですね、ただし書きのとこですが、562条1項ただし書き、まあ、売り主は飼い主に不相当な、まあ、負担を課するものではないときは、飼、まあ、い主が請求した方法と異なる方法による利口の追加をねすることが、まあ、できるということになりますね。まあ、基本的には飼い主の方でね、あのこの追加請求の中身決めてまあいいんだけどね、まあなんかそれで。 追加する方の人がね、えー、まあ非常に大変なことになっちゃうとまあいけないんでそういう点で売り主の方でね特に飼い主の方うに相当な負担貸すんじゃなければ、まあ、売り主の方でね飼い主がちょっと請求しているのとは違う方法で、まあこのね、追加がまあ請求できるんだということになりますね。例えば飼い主の方は修理してくれっていうふうに言われている修理してくれという。まあ、じゃあ例えば行って 来たとしますよねだけど売り主の方としてはまああこれお店に代替物がありますのでそっち渡した方が早いんでと修理はちょっとこう手間が、まあ、かかるんでね、えー、技術的にもまあ大変なんで代替物を引き渡すみたいな、まあ、そういうような場合は飼、まあ、い主の方もね代替物渡してくれれば別にあのそのそ家に来たもの修理してくれなくてもまあいいんじゃないかとかそういう形でこのたたしやきがね使われてくる感じになると思いますね。 さてで今度、2項ですね、562条2項え全項の不適合が飼い主の責めに期すべき自由によるものであるときは、ねまあ要は契約不適合ね、種類、品質、数量の不適合が、これ、飼い主の方のせいなんだっていうときに、それで追加履行請求買飼い主にまあ認めたら、それは不公平なんでね、そういう場合は追加の,そのね請求ができませんよってことで、公平の観点からね、こういう条文がまあできているということになります。 さてで今度ね、契約不適合責任、あで結論から先に言っときますと、その売買の,その契約不適合責任、要は売り主の担保責任、ね、契約不適合責任、まあ、債務利用責任みたいなものですけど、その契約不適合責任というのは、全部であの4つのものがありまして、今見た562条の追加履行請求権、そしてもう一つがこれからあのやります、563条の、ね、代金減額請求権、そしてまたそのさらにその後やりますけど、あの普通にあのその後損害賠償と契約解除なんですけど、それはあの債務履行のところのね、条文をあの引っ張ってくるような感じでね。 えやってくるということですねというわけでまあその売り主の,まあその契約不適合責任に関しては4つのものがあってね今見たその追加履行請求権そしてもう1つがその代金減額請求権、えー、そしてえ残り2つがね損害賠償請求権とまあ契約解除法なんだという形ですね。まあ、それはあのまあ余裕があったら覚えちゃった方がいいかなというのふうに思うんですけどね、まあ、そういうものがあると。で、代金減額請求の方を見ていきます。ここのえ条の条代金減額請求権なんですけどもこれねあの 簡単に大ざっぱに言うとこれ、契約の一部解除と同じ機能があるというふうにあの言われています、代金減額請求を、ねえー、引き渡したまあ物、ね、売買の目的物として何かじゃ物を引き渡しました、でそれがまあ例えば562条1項のこの言葉を借りるんであれば、まあ、種類、品質、あるいは、ねえー、この数量。 ここれが契約ないいに適合してないよということうねで要はある意味、一部の履行不能があるような状態なわけなんですよ、でそういう時にまに代金減額請求できるわけなんだけどそれってあたかもそこでほらもう精算して終わりにしちゃうわけだからあその代金減額,減額請求したら当然さ、その今ね不適合になっている一部のところ、その後そこを追加履行請求しませんよね、えー、もうそこでお金もらって終わり、代金減額請求しても終わりという形になると思うんですよ。で それを要はねそういう実情を踏まえて考えると、これって結局契約を一部解除しているのと同じような感じになるんですよね。まあ、そういう点で、まあ、こちらね、契約の一部解除と同じ機能があるというふうに言われてます。で、ゆえにね、ここであのちょっと今まで、あのこうねその手前のところの条文とつながるんですけど、代金,金減額請求をするための要件って、あの契約解除のねあの,この要件とすごく似てるんですよね。だからああのの解除あのこれ これ4つ目の講義なんだけどこの3つ目の講義で私の方でね、契約総論の方であで契約解除の要件の話してますけど、えー、まさにあのそこの契約解除の要件と同じ考え方をしていきまして、まあ、催告解除の要件あるいはその催告しても意味がないようなときは、まあ、無催告解除の要件に近いようなものでそれで代金減額請求がまあできるんだって形になってますねで。ちなみに皆さんに問題なんですけど563条の1項、これが催告解除。 の要件に近いような形で催告して代金減額請求は、まあ、できるというものになってます。で、この563条の2項の方はこれはね。無催告解除の要件にすごくま似てるんですけど、催告してもま意味が意味がないような時にね。無催告解除できるんだって。話を。 あの別の,あのこの一個前の動画でやってるんですけどその無債国解除の、まあ、要件に似てるような形で無債国での代金減額請求を認めてるんですよでもいずれにしろ、まあ、少なくともこうね、えー、原則再告しないといけないとでその再告しても意味がないような時だけ、えー、追加、ねえー、される見込みがないと再告してもその追加される見込みがないから再告する意味がないような時だけ無債国で代金減額請求ができるんですけどもそもそも原則なんで再告がいるんですかといきなり別にさあの再告なんかしないで でも大金減額請求しても良さそうじゃないですか。それは何ですか。なんてなんでしょうね。って言うと、それやっぱりそのね、今あの新法の下では契約。 をををししたた以以上上やっぱその、ねえー、そののね契契約をした以上契約を守れと特に債務債債務債務者の方は債務をきちんとこう守、えー、履行しなさいっていう債務がねちゃんと約束通り履行されるんだということをすごく重視してるんですねだからまずは、えー、その契約不適合がね、えー、あったようなとき種類とか品質とか数量に関して、えー、何かちょっとこう不適合があるようなときはいきなりその契約の一部解除に匹敵するようなそういうい代金減額請求をするんじゃなくてまずは追加に履行請求を、ねえー、して、えー、そして えもう代金減額請求するんだったら、まあ、まずは再告を増してくださいみたいなね、えー、そういうような形でいきなり代金減額請求でこうできない少なくとも再告を、ね、しないと再告なしに突然、えー、当然のように代金減額請求するっていうことはできないようにもなってますね、まあ、追加履行請求と代金減額請求はまあここはあの選択的にまあできるんですけど、まあ、そこは、えー 代金が代金減額請求をね、選択したときにもう催国なしに当然のように。えー、この代金契約の一部解除にも匹敵するようなね。えー、代金減額請求を認めちゃうと、やっぱその契約の拘束力を重視しようとする。その進歩のね、えー、考え方とことを反してしまいますので。えー、そういう点で、まあ、まず原則催国がいるんだって形になってますね。まあ、一応ちょっと誤解のなきようにですけど、まあ、別にあの追加履行請求を、あの、必ずしもしなくても大丈夫ですんでね。まあ、でも、代金減額請求をする以上は原則、まあ、催告がまあ、いるんだと、ただし。催国しても追加の見込みがない。 ようなね、意味がないようなときはあその2項の要件、ね、満たすかぎり、えーそのえー、無彩国で代金減額請求ができるんだって構造になってますね。というわけでこれであの前回の1個前の動画のところでやった、まあ、契約解除の話とここでつながりができたと思うんですよ。でこうやっていろんなところとつながってくるとねだん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 その民法が債権、まあ、法のところが、まあ、得意になってくると思いますね。じゃあ条文見ていきますね。条条の項項ですす、えー、第1項本文に規定する場合 で一応見ていくとね、引き渡された目的物が種類、ね、品質、数量に関して契約の内容に適合しないものであるときね、まあ、こういうときですねで、そういったときに5631項戻ってね、飼、えー、い主が相当の期間を定めて、利行の追加を催告し、えー、その期間内に利行、えー、の追加がないときはね、飼い主はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができるんですよということね、まあ、541条の催告解除の要件に似てますね。 で今度二項二項ですね。えー、でこれ無罪告解除の要件にまみれてますけども二項全、えー、項の規定に関わらずね次に掲げる場合は買い主は同項の罪告をすることなく直ちに代金の減額を請求することができるんだと。でこの後とまあ一号以下見ていくとねあ確かにこういう時にあの。 こう催告してもね、まあ、追加される見込みないよなっていうのが、あの、こう、わかるようなものがあの、ついてますね。要は、あの、五百四十二条の無催告解除の要件と似てます。で、例えば一号ですけど、まあ、履行の追加が不能の時ですね。まあ、こういう時再告してもしょうがないですからね。まあ、無催告で。代金減額請求できますね。で、二号ですが、まあ、売主が履行の追加を拒絶する意思を、まあ、明確に表示した時ね。まあ、こういう時もやっぱ再告しても、まあ、しょうがないですからね。えー、そして、この三号、これは、あの、無催告解除、あの、要は定期行為の。 あの離婚事態解除と同じような感じですね。まあ契約の性質とか、まあ当事者の一生字。 よりね特定定のの日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することがあできないね場合に売り主が履行の追加をしないでその時期をまあ経過したとき、ね、いわゆる定期行為に関するその履行地帯があったな時もやっぱこうもやっぱ再告しても,もうしょうがないその契約当事者にとってはもう意味がないことなんで、まあ、そういう場合はまあ無再告で代金減額請求ができるんだってことになってきますねもう追加がもはや意味がないようなま状態になっちゃってると、まあ、この辺のところはあの前回の授業の動画でやってますのでね1つ前の動画のところでこの定期 行為の履行地帯の無罪国会場に関しては、あの具体例とかお話してますんでまあ、そちらの動画を参照していただければというふうに思いますね。で、今度4号ですね、えー、これはね、あの広い条文でまあ、1号から3号までに入らないようなもの。でも、まあ、こう催告しても意味がないような時ね。催告してもまあ追加の見極がないようなものを広く。4号の方で拾ってね。えー それで無採で無の代金減額請求は認めているととうことになります、ねまあ一個一個ね全ての事例を例示するっていうことはまあ不可能なんでね、まあ、こういうちょっと包括的な条文再告、まあ、しても意味がないような再告、えー、してもまあ追加ね、えー、見込みがないとかその追加しても意味がないようなね、えー、そういう時をちょっとこう広く定めておく必要があるんですけどそれでねでこの4号というのがありますねで4号ね全3号に掲げる場合のほか飼い主が全項の再告をしても履行の追加を受ける見込みがないことが明らかである時ですね あとはね3項これはちょっとまたあの今までのところとこうね角度が違った観点からの条文なんですけど第1項の不適合が飼い主の責めに期すべき自由によるものであるときは、ねまあ、つまりその契約の不適合が飼い主のせいだというようなときにそれで飼い主に代金減額請求をあの認めるというのは明らかに公平ではありませんから、まあ、公平保つためにね、えー、不適合がその飼い主のせいに。 せいだというときはね、飼、えー、い主の方は代金減額請求できませんよという、まあ、ある意味当たり前のことを書いてると、まあ、趣旨はあの公平、当事者の公平をね、えー、図るというところになってきますねねさてで今度です、ねえー、条ですす条、えー、このね。 この損害賠償と解除の話なんですが、全2条の規定はね、全、えー、2条というのはさっきの562条の追加履行請求権と、今の、ね、上の563条の代金減額請求ですけれども、全2条の規定は415条で、これはあの債務不履行の損害賠償請求権の条文ですね、まあ、415条。 の規定による損害賠償の請求ならびにでこの541と542ってのはあの契約解除の条文でねこれは541があの催告解除で542があの無催告解除の条文ですが、まあ、541条542条の規定による解除権の行使をまあ妨げないんだってことになりますね。 というわけで、ここまでのところをまとめると結局その、ね、引き渡された物,、まあ、物があの売買の目的物がもう引き渡されたことがまあ前提ですけどね、562条の 1, 1項のまあ条文の、えー、この、ね、定裁上、ねまあ、引き渡された物に関して、まあ、種類とか品質とか、ね、数量に関して契約の内容にこう合わない、まあ、不適合が、ね、あるようなときの,の法的効果としては、まあ、その飼い主のまあ救済手段が、ねまあ、4つのもの。 があるんだとでそれはそのね履行、えー、の追加請求ね562条の履行の追加請求そして今度563条の、えー、代金の減額請求だとそして、まあ、この今の564条の方の、まあ、規定があってで、まあ、普通にその後債務履行のね損害賠償請求権の言う。 条文と、えー、債務履行のところを、ね、契約解除の、まあ、条文は使っていくことになりますけど、まあ、損害賠償請求と契約解除が、ねまあ、できるんだってことになってきますね。というわけで、まあ、今覚えちゃった方がいいかもしれませんね。その契約不適合があった時の飼のい主の方法って今どうなってるんですかっていうと、まあ、要は今はもう契約不適合っていうのは特定物とか不特定,不特定物の,その区別をすることなく基本的にはもう約束 ののものを渡してないっていとうことで債務履行責任がまあ発生するんだとそそして、えー、その債務履行責任のまあ内容としてはね、えー、まあ契約責任とも言いますがその契約責任の内容としてはあその先ほどの562条のそのね、えー、追加請求履行の追加請求そして、えー、563条のね代金減額請求、えー、そしてこの今見たねそ、えー、損害賠償と <laughs> その契約会社ねまあいずれもその損害賠償と契約会社その債務履行の条文そのまま使ってる感じになりますけどその4つのね、えー、効果がまあ生ずる んだってことをね。まあ、頭の中で押さえてもらえるといいかなっていう風に思いますね。まあ、そんな感じで。まあ債務不履行の中。でもその従来、その不完全履行って言われていた。まあ対応のものに関しては。 まあ別に追加履行請求なんでできるのは当たり前なんだけどね、契約通りのこの追加請求できるのは当たり前なんだけど、ちゃんと562条の方で明示してくれたってことになりますね。で、代金減額請求っていうのは、これはやっぱりちょっと条文がないとなかなか認めにくいと思うんで、代、えー、金減額請求があることによって、あ、債務履行の時に、あ、そうか、売買の場合だとね、特にこう、代金減額請求もできるんだなと。まあ、一応、優勝契約にまあ順用されますけどね、えー、まあ一応この563条っていうのはあるから、まあ、通常の債務履行の時は、普通は損害賠償と契約解除と、あとまあ条文なくても、ね、 契約上当たり前なんだけど、追加履行請求がまできるんだけど、代金減額請求っていうのもあ、この条文があるからできるんだな。みたいなね。そんな感じであの整理がされるんじゃないかと思いますね。皆さんに問題です。あの債務履行って、あの例えばどんな対応のものがありますか？まあ、いろんな分類の仕方があるんですけどね。 まあ、例えば一つの分類の仕方ですけど、まあ、絶対的なあの別に、ね、分類の方法ではないですけど、まあ、一つは履行地帯とか履行不能とかあと今言ったような、ね、その不完全履行で今あの契約不適合っていうんですけどねその引き渡された物に関してその、ね、種類とその品質数量、まあ、そこが契約内容に合ってないようなもの,、ね、その従来不完全履行といってで今条文上まあ契約不適合という方がまあ条文上素直。 なんだけど、まあ、意味は一緒ですけどね、まあ、そういったものが例えばあるんだとで、えー、そういったものの中でも特にその契約不適合に関してはあこの代金減額請求みたいのが、ね、特に563条があるのであそれもできるんだなっていうんでちょっと特徴的なのかなというふうに思いますね。まあ、で追加履行請求は別に本来条文がなくてもね契約通りのものを履行するのは当たり前だから条文がなくても追加履行請求できるはずなんだけどさっき言った趣旨でねあの、まあ こう追還履行請求が特定物の場合できなかったんですけども、まあ、改正後はそういうことはないんだよということを明らかにするために、ねまあ、一応562条というのは置いとくんだという感じになってきますね。とにかくまあ売買の当事者はまあちゃんとね特にまあ売り主が契約した通りの,そのものを引き渡す義務を負うんだとでその引き渡しをしなかった以上、まあそのねえー、債務履行責任を、ねまあ、契約不適合責任とも言いますがあその債務履行責任契約不適合責任売り主の担保責任、まあ、全部同じ意味ですけどそういう意味です そういう責任をま負うんだということね。で、その負うべき責任の内容としてはまあ、562条のまあ追加。履行請求権まあ、別にあの条文がなくても当然56。2条の追加履行請求権というのは発生するはずなんだけど、まあ562条というのは置いとくと、そしてま563条の代金減額請求権ね。これはちょっと条文がないとね。あのなかなか,かあの。 その代金減額請求権というのは直接売買の条文から555条の条文から導くのはまあ難しいと思うので、まあ、563条は置いとく実績がまあ,あるんだと思いますねであとはその契約解除あ損害賠償と、ね、契約解除に関しては債務履行のまあ規定を使っていくんだって感じになってきます。というわけでだんだん債、ね、権法全体のところのまあ話のつながりがこう見えてきたんじゃないかなとうう思うんですけどね、まあ、そういう形でこうなるべくこう、ね、あの難しく考えないのがポイントですよ、まあ、あの改正民法ってあの分かりやすくするために改正してくれてるんでね まあそういう点でこう逆に難しく考えちゃうとのちょっとこう改正の意図と反対だからねまあなるべく簡単に考えてもらえればというふうに思います。さてじゃあ今度次のあの条文いきますね。ええ五百六十五条です。こちらで見出しは移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売り主の担保責任って書いてありますね。でえ中身見ていきますと前三条の規定ねでもそろそろ慣れましたよね。あのもう 民法で合格点取れるような人はここで全3条って見た瞬間にあ560まずね562条の追加履行請求で563条の大金円減額請求だとで564条の規定はまあ普通にあの債務履行のね415条の損害賠償請求権とねあの債務履行の解除のね債国解除の541条と無債告解除の542条,条を引っ張ってきてますけどあそれのことを言ってるんだなっていうのがね頭の中入ってくるんですよねだけどまあこの動画をまだあの、ねえー、見られてる方っていうのはまだ当然条文慣れてないからわ,わざわざこの私のね この拙い動画を見てると思われますので頭の中入ってないと思うんだけど、まあ、ぜひあの復習してねこの全3条っていったらさっきの542の追加履行請求だと543の代、えー、金減額請求だとそして、まあ、こちらね、えー、564のねほう、えー、でまあ引っ張ってますけど415条の損害賠償請求と541、542のまあ契約解除の話なんだなっていうのがすぐ頭の中にね、えー、こう思い浮かべるぐらいにもよくね復習しててほしいんですよね。 で話戻しますね565条、まあ、前3条の規定は、えー、売り主が買い主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合、でかっこ、ね、権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含むについて、まあ、順用すると、これ、何のことを言っているのかというとあのここでねちょっと着眼点、562条に1回戻りますと5まずね、ね562と565の違いなんですが、562はねあの引き渡された目的、物、特に物ね。 えー、この物に、えー、契約の、ね、売買の対象が物だってことを前提にしている条文なんですね。で、565条は売買の,その目的が物ではなくてね、その権利。 にに着着目目ししてててまますす権利っていう点に着目してますというわけでね売り主が買い主に移転したほらこう,こう権利っていうのを丸付けておくといいですよ565条のところはね562の1項はこの引き渡された目的物の物っていうところだけこの物なんだってところで丸付けておくと。 そして565条のところはこの、ねえー、売主が全3、ねえー、条の規定は、売り主が買い主に移転したことで権利,この,権利のところを丸つけておきますで。権利が契約の内容に適合しないものである場合は、でちょっと弧書きの中を置いておいて、ね、えー、その上の3条、ね、追加請求とか、代、ね、金減額請求とか、まあ、損害賠償契約解除の規定がまあ順用するんだということになっていますで。ちなみにその権利 が契約の内容移転した権利の内容が契約内容に合わないんだっていうのはどういうことかっていうと例えばあのもう 綺麗な土地をねちゃんとその純粋な、えー、完全なる所有権がくっついた土地を、まあ、売るって約束したのに、えー、実際にはそこに何か担保物件の負担がついていたとかあるいはその対抗力のある例えば賃借権の、ね、負担がついていたがゆえに本来約束では完全な所有権を、まあ、移転する、ねえー、ことになってたんだけど完全な所有権が移転できなかったような時なんかは典型的にこの権利 人ののの不不適適ここ移転した権利の内容ににががあるるんだとといいうう形で条が使われるということになってきますね。で、そういう点でじゃあ皆さんに問題ですけどあのさっき散々話してるからあの今みたいな事例の時にどういう処理がされるかっていうのをちょっと考えてみてくださいよ。ね、完全なるもう何の負担もない所有権をねこのある土地に関してじゃあ所有権を移転するって約束したのになんか対抗力のある賃借権とかなんか担保物件抵当権かなんかが付けられてたというようなことになった時にどういう処理がされます っていうとままあああの、まあ、例えばこれ全3条の規定ね使っていくんでしょと562条じゃ,じゃ使うんだとしたらまあ追加履行請求じゃないですかじゃ追加履行請求の場合だったら具体的に今の事例だとどうなるんですかねっていうと、まあ、例えば定権がの負担がついてるんだったらまあ例えば非担保債権弁済して、まあ、定当権の負担外すとかあるいはその対抗力のある賃借権がくっついてるんだったらまあそれは賃借人の方とまあ交渉してもらってね、えー、売り主の方が交渉してして、えー でちゃんとその賃借権を外すとか、まあ、いずれにしろ完全な所有権を、ね、こう移転するってことを約束している以上、ちゃんとその完全な所有権移転できるように、いろんな方法を、ね、使って、その追加をしていくってことがまあ考えられるというふうに思いますね。あとは、その代金減額請求はそのまま代金減額請求でいいんでしょうね。まあ、その抵等権くっついてる分、価値が下がったところをまあ減額するとか、あその賃借権がくっついてるところね、その負担の部分のところだけ、その減額をするってことがまあ考えられますね。であとはまあ条で損害賠償請求ししてもいいしもうそんな とい,い,いうことになったらその、ね、契約解除の方がまあ可能になってくると契約解除の方を、ね、すればいいんだということになってきますね。というわけでこれがその権利の、ね、不適合ということになります。まあ、もう一回条文を見ていきましょう565条。全3条の規定は売り主が飼い主に移転した権利の内容が契約の権利が、ね、契約の内容に適合しないものである場合はに順用するということになっています。一応このの書きの中なんですけど えー、権利の一部が他人に属する場合においてね、えー、その約束通りね権利の、えー、一部を移転しないような時も含むってなってるんだけど、まあ、ある意味当たり前でねあの権利あの他人物売買とかあるいはその一部の他人物売買なんかをしてで最終的に 売り主が買い主に所有権を移転できなかった時も、そういう時もその権利のその不適合になるんですよね。権利がその移転した権利が契約の内容に適合しないんだと、契約の内容としては完全な所有権をま移転するんだっていうように約束しておきながらね、他人物売買をやったり、あるいはその一部が他人,の他人の物だったっていう時に完全な権利をその買い主、売り主が取得して買い主に移転できない時は、それもやっぱり権利のその。 不適合になりますこのねでそういう時もちゃんと普通にねこの前3条の規定、えー、って形で、まあ、追加請求とか減額請求損害賠償契約解除の問題になるんですよって話になってますね。でこれあのじゃあちょっと皆さんに問題なんですけど全部他人物売買の場合これは括弧書きの中で権利の一部が他人に属する場合にそのね一部 そののの部分のととこころを移転できなかった時のことを書いてますけど全部他人物売買をしちゃった人がね、えー、まあその権利を取得して飼い主の方に、えー、権利移転できなかった時ってそういう時どうなるんですかというとそれ特に明文ないんですけどある意味当たり前で今までの条文使って実はもう処理できちゃうんですよ。で今言った通り、あり例えば全部他人物売買で約束通りの,その、ね、所有権飼い主の方にその、ね、売り主が所有権を取得して移転できなかった時ってそれ普通に 権利の内容が契約に合わないんだってことで、普通に契約不適合責任の問題になってくるんですよね。だから、まあそこで、まあ、えー、例えばですけど。 全部他人物売買の場合って多分ね追加履行ってなかなか事実上できないから、まあ、多分追加請求はしないことになると思いますもうねそもそも権利の移転ができるぐらいだったらあのその不適合の問題になってないから、まあ、追加請求は事実上難しいんでしょうあと代金の減額請求って意味ないんですよね全部他人物売買してで約束通りその権利取得して移転できない以上その減額っていう観念がないから減額するならもう契約全部解除するしかないんですよねあのさっき言った通り代金減額請求と契約の一部解除と あのね機能が同じだって言いましたけど、まあ、全部他人物売買でで、えー、そのね売り主がまあ権利を取得して約束通り買い主の方に全部の権利移転できない時はそれはもう契約解除するしかないから、まあ、代金減額請求もまあ使われないんでしょうね、えー、だから結局他人全部他人物売買で約束通り権利移転できない時は普通にあのさっきの債務履行の規定使って、まあ、415条で損害賠償するなり。えー 541か542でまあ契約解除するなりね、まあそういう形でまあ処理がされるってことになります。に対してえ一部他人物売買の場合は特に実績があるのはね、やっぱこの減額請求の問題にできるってところなんだと思うんですよね。でそこでまあ565条のところに一応格好書きでこうほらあの入れとくとさ、まあ減額請求できるんだってことで安心できるじゃないですか。まあ本来だったら別にこの格好書きなんかがなくてもあの一部他人物売買で約束通りその一部の部分をね、その権利を 売り主が買い主に移転できなかったらそういったものを。 権利の不適合になるから、まあ、565条の本体の方でね、まあ、普通に全3条の規定引っ張ってきて、まあ、追加請求減額請求それから損害賠償契約解除もできるはずなんだけど、まあ、一応あのできるんだってことをこう明確にするためにね、えー、権利の一部うっていうのをまあ入れてますねだけどこれがなくても実はあの普通に今までの,その手前の条文解釈によってまあできてしまうとゆえ、まあ、にねあの他人全部他人物売買なぜか入れてないんだけどまあ、ある意味当たり前すぎて入れてなかったのかなっていうふうに思いますね、まあ、実は一部他人物売買も入れてなくてもねその上のまあ条文の のところで十分処理ができてしまうんですけども、まあ、一応そこのところをこう、ね、あの改正民法ってこう、ね、一般の人に分かりやすく。 するような趣旨でまあ改正してるんでね、まあこういうのを入れといてくれるとまあこうね、えー、素人の人でも気づきやすいと <laughs> 一部他人物売買やった時にねあここに書いてあるんだあで前三条の規定が準用されるんだってなったらさ素人の人でもこの条文見てあじゃあこれで追加請求とか減額請求とか損害賠償契約解除ができるんだなってわかりますよね。そういう点でわかりやすくなってるのかなっていうに思いますね。でもまあ法律家はプロだからね別にこの格好書きがなかったとしても一部他人物売買で約束通りその一部の権利移転できなかったらそれは権利の移転に不適合あるんだってことで。 まあ普通にあのこうね債務不履行、契約責任の問題として処理をまあしていくことになるんですけどね、そういう点で素人の人にも分かりやすい条文になっているのかなという感じはしますね。さて、今度次ですね、560、今度6条いきます、566条ですね。こちらはですねあの契約不適合責任に関するあの期間の制限に関するものなんですね。 ま,あまず本文からいきますと売り主が種類または品質でここに数量が入ってない理由は後で言います。あのあのそうかで皆さんにちょっとめもしよかった皆さん6歩汚してよかったら566条の最初のところあの種類と品質のところなんかねちょっとこう枠で囲うなりなんかしておいてもらえるといいかなと思うんですよね。私四角ででで囲っておきました種類とと品質ねでそれとの比較で 562条に戻ります562条の1項ですが引き渡されたさっきあの目的物の物のところ丸つけてもらったと思うんですがその次のところね種類品質数量ねここをなんか四角かなんかで枠で囲っとくといいんじゃないかと思うんですよね一個一個別々にね種類品質数量で今見ていた566条は種類と品質だけ入っていて数量が入ってないんですよ。 で、まあ、ちょっとそうなってるんだなっていうのを意識して読んでいきます566条ね。えー 売り主が種類または品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買い主に引き渡した場合において買い主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売り主に通知しない時はね買い主はその不適合を理由として利好の,の例の4つのねあの効果が出てきますからね利好の追加請求代金の減額請求そして損害賠償の請求ケア解除でもそれがすることができないのねこの1年過ぎちゃうとねでまずそのここ見たか限りねとにかくこの 契約不適合責任4つのものがねありますがそれはこの一定の期間が期間制限があるんだとでその期間制限がかかるものはそのね売買の目的物の,その種類の不適合あるいは品質の不適合なんだとでまあ逆に言えばその数量の不適合に関しては条文がこうね明示してないから数量の不適合に関してはまあ期間制限がないんだっていうことが読み取れると思うんですよじゃあそこで皆さんに問題ですあの数量の不適合って何で期間の制限ないんでしょうね 数量不足っていうのはこれはあの、まあ、売り主にとってもこう、ね、売り主がだって物をこう。 引き渡すものを整えてさそれで買いいに渡すすわけじゃないですかで数量の不適合っていうのは明らかにこの種類とか品質の不適合と比べて不適合であることが明らかなんですよね。その売り主なんかなおさらこのもの準備してるからね数量通りのものをこう整えるのってのは売り主の義務ですから、まあ、そういう点で特にでもその、ね、不適合の中でも数量の不適合っていうのは気づきやすいとでそういうようなあ気づきやすいね契約をこう履行する準備をする段階ですごく気づきやすいような不適合に関してそれで期間制限で売り主を守ってあげる っていうのはどう考えてもその飼い主と売り主との,このね利益考慮をした時にですねえあまりにもこうちょっと不公平な結果になっちゃうんですよねだからそういう点で明らかにその外観上ですねその不適合が明らかであるその数量に関する不適合はねえまあ当事者の利益考慮上ですねその売り主と飼い主とのその利益のバランスをま取るためにね公平の観点からえその数量の不適合に関しては期間制限をしなかったんだってことになってきますね。 とといいううわけででじゃあもう1回ちょっと条文を読んでいきます、えー、売り主があ種類または品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買い主に引き渡した場合において、買い主がその不適合を知ったときから1年以内に、あとね、えー、これ、1年以内に何をねあの、この契約不適合責任で期間制限にかけないためにはね、じゃあそれは、えー、買い主の方何がすれば何をすればいいのかというとあの、その不適合があったことをねあの、売り主に通知するだけで足りて、えー、別にそれでじゃあ、追加請求するとか、 代金減額請求するとかね、損害賠償請求するとか契約解除するとかそこまであの決めてなくてもいいのねとにかく不適合があったんだってことを知った時からねこの一年不適合した時から買い主が知った時から一年以内に通知さえすればとりあえずその権利を消滅させないようにね権利を守ることがまあできるんだってことになってきますね、まあ、実際にほら損害賠償請求するとかってなったらちゃんとあの額を確定しないといけないじゃないですかでそういうところにあのこう計算したりとかねいろいろ時間が かかることをまあ想定してね飼い主保護のまあ観点から、まあ、1年の期間制限にまあかかるんだけどその契約不適合責任の追及っていうのは、えー、追及するためにはね1年の期間制限にはかかってくるんだけどその権利をまあ保護するね、えー、要件としては実際にその請求まではしなくてよくて契約不適合があったことを飼い主が売り主に通知すれば足りるんだってところで、まあ、そういう点でもね飼い主のまあ保護がまあ図られてるんだって感じになってきますね。というわけでまあそれがあのこのね566条のまあ条文だということですね。 で、えー、今度ね、ね正し書きを見てください、566条の正し書きですね、えー、ただし、売り主が引き渡しの時にね、その不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときはこの限りではないと、まあ売り主がね、まあ確かにこのね引き渡しの段階ですでに、えー、この種類や品質ね、もう数量はもともと期間制限。 かかんんないんで売り主の責任重いんですけどえまあ種類とか数量あ品質ね種類とか品質の不適合ねこれ分かりづらいからまあ売り主保護の観点からある意味こう期間制限かけてるんだけどさすがに売り主がもうこのね引き渡し時にもう不適合しててあるいは重大な過失ってねよくあの審議則上ね要は著しい不注意のことをこうねあの 重過失って言いますけど、ある意味、審議則上、悪意と同志されるんですよね。法律の世界ではね。だから、まあ、そういうさすがに不適合をこのまあ、知ってたり、あるいはもう審議則上、悪意と同志されちゃうような。そんな重過失の <laughs> 状態にあるようなあね。売り主保護してもしょうがないからね。保護すべきじゃないからね。公平の観点からだから、この場合はまあ、本来はまあ種類。 いや品質の不適合で期間制限かかるんだけど悪意重過失の時は期間制限にかか,んかかんないんですよってことで、まあ、ある意味その公平を図る観点からね当事者の,その利益考慮上公平を図るっていう観点からまあこういう条文にましてるんだってことになりますね。 さて、で今度567条ですね、これ、前にね債権の,の総論のところの動画でもう一度紹介している条文なんですけどね、ねちょっと条文飛んで、ここに1回来てるんですけど、関連条文でね、あの受領地帯の条文のところから実は飛んできて、すでにご紹介してるんですけど、ちょっともう一回見ていきましょう、でまずね、567条とこの,の1項と2項、ずいぶん違うんですが、まず1項ですね。 これは、えー、売り主が買い主に目的物でこの格書きの中がこれすごく大事になりますこの1項はね売買の目的として特定したものに限るということでまあ簡単に言えば特定物のね売買の話をしてますここではね種類物の話ではなくてね売特定物あるいは種類物売買であのそのね特定したあとね401条 の2項でね、特定した後であればあ、この規定が使われることになりますけれども、まあそういうことを念頭にもう一回ね、えー、売り主が買い主に目的物、かっこね、売買の目的として特定した、まあ、ものに限りますがあ、で、これ以下のこの条で同じだから、2項もね、もう特定物前提だと思ってください。で、まあとにかくね、売買の目的物を、えー、特定物ですか、それを引き渡した場合に、えー、で、これ当たり前のこと書いたんだけど、引き渡した後にね、えー 引き渡しがあった時の以後にですねその目的物が当事者双方の責めにすることができない自由によって 名室損傷した時ねでこういう時に皆さんちょっと自分で考えてほしいんですけど売買の目的物をもうすでにちゃんと約束通り引き渡しましたそしてその引き渡し後に、ね、もうすでに売り主から飼い主の方にもう物が移転してるんですがその移転してる状況を移転した後にその飼い主のもとで物が両当事者の奇跡自由によらずね責めにくすべき自由によらずに名失損傷した時にその名失と損傷の危険ってどっちが負うべきですか いうとうさすがに目的物をもう直接引き出しも受けちゃってるんだったらそれはやっぱりそのね目質損傷の危険は特にその、ね、名質損傷が量当事者の奇跡順によらないような、まあ、天災とかねそういう災害とかで、えー 何か滅した時であればそれはもうその引き渡しを受けた飼い主の方で危険を負担するべきじゃ,じゃないですかでそれが公平だっていうふうにね、まあ、考えていくんですよ民法の世界では。でその公平、えー、というのをまあ法律的にまあ具体化するためにそういう場合は結局飼い主の方はね大規の減額請求利好の,の追加請求もできないし代金の減額請求もできないし損害賠償契約解除もまあできないんだっていうあの感じになってますね。ちなみにに物のの引き渡しを受けてる なんか代金減額請求をこう否定するなんか、えー、実績ってあるのかっていうのにもしかしたら思う人いるかもしれないんですけど先に物をあの引き渡しておいてで代金後払いという時もあるじゃないですか,だからそういう時一応ほら代金減額請求の問題理論上問題になりえますよね。だけどそういういに 物の引き渡しを受けてしまった以上ね、ねそこで両当事者の責、えー、めに期すべき自由によらずに物が滅失損傷したような時はやっぱその危険はね、滅失損傷の危険はもう引き渡しを受けている飼い主が負うべきなんだってことで、飼い主の方は代金減額請求できないわけで、えー、満額ね、ちゃんとおその売買契約に基づいて代金をね、えー、その飼い主や売り主に払わなければいけないんだっていう形で、まあ、そういう形でね、事例が処理されていくんだってことになってきますね。まあこれが ここのの続きのとこです567条の今1項の話なんですが、えー、最後の方ですね1項のでこの場合において飼い主は代金の支払い。 を拒むことがまだ代金がね物は先に渡してまだ代金の支払いが済んでないような事例をまあ想定してますけど飼、まあ、い主が物の引き渡しを受けましたで両当事者の責めによらない自由によってね、えー、物が滅出損傷してしまいましたでそういう時に、まあ、まだ代金払ってないから当然売り主の方としては売買契約にもついてねさっきの,の555条でまあ代金支払い義務が飼い主の方生ずるわけですよね。まあ、それを代金のの支払い義務ってのは、えー のの方の立場にまあ置き直すとさ代金の支払い請求権ということになるわけですけども。まああ 売り主はねその条を根拠に売買契約に基づいて代金の支払い請求をまあ満額してくるんですけどそういう時にね今のその567条の1項の講談の部分が使われて、えー、その代金の支払いを拒めないんですよという形でまあ処理がされるとだから結局あの全額払わないといけないと飼い主の方はね、えー、引き渡しを受けた後に両当事者の奇跡中におらずにですね物が飯損傷してでまだ代金が未払いだという状況の中で、えー、代金の、ね、全額を請求されたと。そそういいった時にその買い主のの主方は代金の 支払いを拒むことができないんだという、ある意味、その当事者の公平を考えたときに、当たり前のことをね。えー、まあ、条文にましてくれてるっていうことなんですよね。そういった、こういった場面での、その公平というね、えー、趣旨を実現するために、こういうルールが。五百六十七条一項っていう形で、まあ、ルールができてるんだっていう話ですね。まあ、これが五百六十七条一項の話でした。さて、で、今度二項ですね。で、これ、あの前にね、私、債権総論の事業の時に、こっちの条文飛んできて、一回説明してるんですけど、受領遅滞中。 の物の滅出損傷の時のねその危険をどっちが多うのかって話ですね。で、見ていきましょう、えー、売り主が契約の内容に適合する目的物を持って、えー、その引き渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、飼い主がその履行を受けることを拒み、まあ、受領拒絶、あるいはね受けることができない、これ、受領不能ですねまあここれが要はあののです、えー、このね。えー 引渡しししののの債務履行提供しましたでもその飼い主の方が、まあ、このね受領拒絶しあるいはねこの受領不能になっちゃってる、まあ、そんな時にですねその履行の提供があった時以後に当事者双方の責めにくすることができない自由によって物が滅失損傷した時にねこの場合その 項ととと同様とするっってていうことになってのね、まあ、ある意味これも当たり前で事業地帯中にですね、えー、まだ567条の1項と違って、まあ、この1項の方はね物がもう引き渡されてることがまあ前提なんですけど2項はまだ物の引き渡しがされてないんですよ現実にはねだけど実際には事業地帯状態になっちゃってるから、まあ、債,債務者の方としてはね要は売り主の方としては弁済のちゃんと提供をして、えー、債務の本質にしたかった弁済の提供をしてでそれにもかかわらずね飼い主の方が事業を 絶あるるいいは受領不能になっっっちゃってるっていう、まあ、状況ねでそういう中でまあ仏がメシ損傷しちゃったという場合にそのメシ損傷の危険を誰が負うのが、まあ、公平かって話なんだよね。でそういう時確かにまだ仏の引き渡し自体は1校と違ってね2校はあの住んではいないんだけどでも飼い主ってのはやっぱり受領拒絶あるいは受領不能 とという形でちちょっとこう落ち度があるんだとでそういう時にねそういう状況の中で仏が両当事者の奇跡事情によらずにねメッシ損傷したんであればやっぱそのメ失シ損傷の危険の負担っていうのはあそれはやっぱりそのね治療不能をしてしまった治療拒絶をしてしまった飼、まあ、い主の方が負うべきなんだって話になってくると思うんですよね。でそういう点で飼、まあ、い主全項と同様ってことだから、まあ、結局あの追加履行の請求とか代金減額請求とか損害賠償や契約解除もできなくなるしそれから代金の支払い拒めなくなっちゃうのね。売り主の の方から代金払ってくださいよっていうふうに言われた時に、えー、代金の支払いを拒めなくなってくるんだって話になってきますね。でこの条文はあのちょっと気をつけないといけないのがこれ特定物に関する条文なんですね。 でじゃあ特定物じゃない種類物のうちにじゃあ例えば受領地帯があったと、えー、でその受領地帯中に物が滅失損傷した場合にじゃあどうなっちゃうのかというとそれはあのこのね債権、えー、総論の方の受領地帯のところの条文が使われるんですねでこれはの私の1個目の動画ですねこれ,、まあ、これ今回このシリーズ4個目の動画になりますけど1個目の動画であの受領地帯の話してこの条文をご紹介してるんですけど、えー、種類物売買の場合はね、えーまあ、特定物じゃない時は 413条の2の第2項と536条2項を組み合わせてで、まあ、結局、代金支払い請求を拒めない結局ね、飼い主の方が代金支払い請求を拒めないんだよという形で、まあ、同じ処理をあのしていくことになってきますね。まあ、ちょっと見ていきましょうか、413条の2の、ね、第2項をちょっと見てください、ちょっとすみませんね、条文 <laughs> とびとびになっちゃいますけどね、まあ、せっかくですから、まあ、見ていきましょう。 まああまりにちょっと丁寧すぎてあれかな。もういい加減くどいかな。まあでもすいませんね。まあ一応ちょっとね、見ていきましょう。えー、じゃあ413条のね、2のところですけども、えー、こちらのね、えー 2項のところですね債権、えー、者が債務の履行を受けることを拒みまたは受けることができない場合において履行の提供があったとき以後にね当事者双方の責めに屈することができない事由によって債務の履行が不能となったときはあのさっきの条文と似てるんですよただあの特定した物に限るみたいなああいうあの1項の規定ね2項の方にも引っ張ってきてますけどそういう規定がないんで、えー、そこと整理を、えー、条文上同じようなことをねこう2箇所に書いてあって、えー、そこをうまく整理しないといけないんだけどじゃあどう整理するかって言ったらさっきの条文は特定物で 逆にまあ考えるとこっちは特にそういうあの特定物ということを書いてないから特定物はもうさっきの条文で任せてで特定物じゃないものに関してはこっちの条文今見てるね413条の2の2項の方に任せるんだという形で条文を整理すするんですよねでそういう点で、まあ、とにかく治領地帯があってで、ね、その受領地帯後にまあ両当事者の責めによらずにですね物が名刺損傷。 ししてしまったその不能になってしまったというときね、まあ、そういうときは、その履行の不能は、債権者の責めに期すべき自由によるものとも見なすんだという規定になってますね、債、ま、権、あ、者、あの今、目的物の引き渡し義務の履行不能の話をましてますね、でそうすると、目的物の引き渡し義務、まあ、目的物の引き渡し債務って言ってもいいですけど、物の引き渡し債務基準に債権者、債務者が、えー、特定されます、で、物の引き渡しに関して、その債権者って言えるのは、それ、飼い主じゃないですか。 ねでその結局その受領地帯中にね飼い主が受領地帯中に仏が抵出してね利己不能になっちゃった時はそれはそのね債権者のま性この不能が債権者の性になっちゃうんですよっていうそういう条文になってます。でここのこの条の五百百三三十十あ四条 2から今度536条の2項の方にまあ飛んでいくんですけれども、536条2項を見てください。でこの今のね413の2の2項と536条の2項を組み合わせるとさっきのね特定物の条文と同じ感じになってきますね。まあ536条2項じゃあこれもちょっと申し訳ないですけどね頑張ってついてきてください。536条の2項をねちょっと見ていきましょう。 で、そうするとね、これ危険負担の、まあ、条文で、あの、これは三つ目の動画ですね。あの、契約総論のところでね、危険負担の話、まあ,しあ、契約そうですね、契約総論の。三つ目の動画で、あの、やってますけども、まあ、もう一回ちょっと見ていくとね。ええー、五百三十六条二項、債権者の、を責めに行きすべき自由、で、まあ、売買の、例。売買をちょっと例に挙げるとね、まあ、これ総務契約、一般の、まあ、条文だから、別に売買に限らず、他の総務契約にもね。あの、総務契約に使われる条文なんですけど。売買を例にすると、えー、これ目的物の引き渡し債務を基準にね、要は。 利口不能になる売買の時に利効不能になる債務って目的物の引き渡し債務しかないんですよ。代金支払い債務要はお金払う債務って利効不能っていうか 観念ががなななくくてて、えー、約束の期日に払えなかったらそれれは不能じゃなくてあの利口っていう評価があのされるだけなんですよねだから結局売買の場面で不能になるのは目的物の引き渡し債務しか、まあ、ないんですけれども、えー、そういう点でねここでいう債権者というのは目的物引き渡し債務を基準に今考えてで目的物引き渡しの請求ができる人誰なのかっていったらそれは飼い主なんですね。ですので、えー、ここで言うこの債権者というのは飼い主売買で言うとその飼い主をまあ意味してるんですが、まあ、それを前提にちょっと読んでいきましょう。 え再建者、まあ、買い主でも読み替えちゃいましょうか、まあ、買い主のまあ責めにきすべき自由によって、えー、そのね債務目的物の引き出し債務を履行することができなくなった時は、えー、買い主は反対給付の履行を拒むことができないつまり売り主の方から代金支払い請求された時に、えー、その そのね代金支払い債務を拒むことができないんだっていうねそういうあの話なんですよね。ここでいう反対給付っていうのはあの代金の支払い債務のことね。えー、債権者買い主である債権者がまあ、逆に追ってる債務ね、えー、まあ、それ代金支払い債務なんですけども、まあ、その代金支払い債務をね拒むことができないんだってことになってきますね。まあ、そんな感じで。 先ほどのね、あのね、ー、あ特定物のちょ,ちょっとところまた戻りますけども567条の2項戻ってもらいますけど今みたいな感じで567条の2項という条文はですね、えー、今見ていただいた413条の2の第2項プラス536条2項を組み合わせたのと実は同じ感じの条文になってます全体的に見た場合にねとにかくあのー、簡単に言えば治領地帯中にまあ両当事者の攻めによらずにね物が 名出損傷不能になっってしまった引き渡しが不能になっちゃったような時は、まあ、とにかく代金支払いされた時に飼い主の方がこあそ,こそれを拒めないんだと、まあ、受,領地帯した受領地帯をした飼い主が悪いわけですから、まあ、代金支払いを拒めないんだっていう、まあ、条文になってます全体的に見るとね。で同じような条文が2か所になっちゃおかしいからじゃどう整理するのかっていったら、まあ、567条の2項の方は1項の方で特定物のことを言うんだってことが、ね、分かるんでね、まあ、特定物に関してはじゃあその受領地帯中の名出の危険は 567条の2項で処理して、まあ、逆に言うとね、えー、その特定物じゃないものをさっきの413条の2の,2の、ね、第2項と536条の2項でまあ処理してるんだなみたいな感じでまあ整理するんですよね。という感じで債権、ね、全体つながるようになってくるといいかなと思います。で大、ね、体のこの売買のところで大事な条文ほぼあの全部お話し終わりました。でちょっと後、ね、あとねちょっと気になる受験生が自分で読むと大変かなっていう条文をまあ私の方で。 ちょっとね、えー、見てあの、少しだけちょっと説明していきますね。まあ、1時間半ぐらいでこれやめようと思ってたんで、この今回ね、1時間半ぐらいでもうそろそろ1時間半に近いんで、あんまりもうこれ以上長くやりませんけども、えー、ちょっと余った時間でいくつか条文見ていきましょう。えー、568条見てください。これも意外とね、ちゃんと考えると面白い条文でありましてね、まあ、今までご説明して取ったところと比べると、少し細かい話にはなるんですけど、ちゃんと理解すると面白い条文なんで、まあ、もしね、あの、 よろしければちょっとこの先話を聞いていただければというふうに思いますね。でちょっと見ていきますと、五百六十八条ですが、まあ民事あの競売における担保責任に関するちょっと特則なんですよ。まあ契約不適合責任の話をね今まで、えー、してきたんですけども、その契約不適合責任がまあそれ通常の売買契約。 のの場合の契約不適合があった時の話をしてたんですが、まあ、競売によって目的物ね取得したのはいいんだけどそれがちょっとこう、えー、予定していた物とこう違うようなものだったっていう時にじゃあそれは果たしてね誰がどんな責任を負うのかっていう話になってますね。でちょっっとこう特則的なあの規定にななにてます今ます今での、ねえー、純粋な本当に売買契約 引き渡された物に不適合がある場合の、ね、ちょっと特,特則的な競売、まあのちょっと特質を踏まえて、ねえー、ちょっとこう特,特則的な、まあ、規制になっているって感じですね。でちょっと見ていくとねまず568でこれね意外と面白いんですけど先に4項を見ちゃうとかあのすごく、ね、通常の売買との違いが分かりますので568条の4項を見てください。 全3項の規定は売買の目的物のまず種類と品質、まあ、これもあの数量が除かれてるんですけどで全3項の規定というのは、簡単に言えばまあ1項なんかが典型的なんですけどあのどあ契約解除とかあの代金減額請求ができるとかって書いてあるから、まあ、つまりあのあの契約不適合責任がね追及できるっていう話、書いてあるんですよ、上の条文にね。 で、4項はま全3項の規定。ま今こうでは話を単純化するために、まあ契約不適合責任の規定って、ちょっと簡単にじゃあ見ちゃいましょうえ。そういう契約不適合のせき規定はですね売買の目的物の種類、品質に関する不適合については適用しないってなってます。そうすると結局競売に関して契約不適合責任ね。売買ではなくて競売によってその物を。 取得した人がねあるいはまあ権利でもいいんだけど物や権利をまあ取得した人がその不適合責任をね、えー、その追求できるっていうのは数量に関すする不適合だけなんですよね、えー、ここでね4項の方でその種類品質はもう不適合責任追求できないってなっちゃってるからねでも数量に関しては逆に言えば反対解釈ですけども、えー、その競売であっても不適合責任が追求できるんですねじゃあちょっと皆さんに問題です。 なぜ競売、えー、の場合は、まあ、数量の不適合しか追求できないんでしょうか、まあ、逆に言うと言い方変えるとなぜ競売の場合はこの、ね、種類とか品質に関する不適合が追求できないんでしょうか っていうとこれはね売っていうのは基本的に裁判所を介してやる、まあ、あのこう訴訟法的なねある意味こう裁判所を介してやる、えー、公式なまあ手続きなんで売っていうのはその安定性がすごくこう、ね、裁判所に対する信頼っていうのが大事なんで安定性が重視されるんですよ通常の売買以上にねもちろん通常の売買だっと安定性はもちろんね当事者の信頼っていうのがあるから大事なんだけどでもその通常の売買と比べてさらにねこの法的安定性っていうのが要求されるのがやっぱそれが裁判所が絡んです。る手続きなんですよねで そういうい点で、えー、その種類とか品質の不適合というのは実はこう外観上分かりづらいところがあるからそれを理由に競売、ねの,まあの手続き取っている時は別になんか変な話がなかったんだということで、えー、その不適合がないことを前提に話し進んでいったのに後から不適合が分かったということで競売をひっくり返されてしまったりあるいは、ね、その一定の人が一定の責任を負うんだということになっちゃうと競売の,の安定性が害されちゃうんでね、まあ、そういう意味で競売の,の安定性を確保する。 という趣旨から、まあ、種類と、ね、この品質に関する不適合が追及できなくなったというふうになってます。でも一方、ね、その品質 あの数量に関しては、まあ、その外観上やっぱその不適合があるんだっていうことは競売、まあの手続きやってる時に普通気づくからねからそういう点に関してはその不適合責任追及で,できるんだよって形になってますでこれが4項ですねでさらに今度1項見ていくとねそのじゃ数量の場合不適合責任追及できるんですけれどもその追及できる責任の内容も実は売買の時と比べてねちょっと狭くなってるんですよ売買の場合はあのさっき言った通り五り562条でね、えー、その追加請求でしょ離行の追加請求で5百 564 56条,、ね、条の方でまで、あ、結局債務不履行の条文引っ張ってきちゃってますけど、まあ、415条の損害賠償請求とか541条のね再告解除ね契約解除の債告解除542条のまあ無再告解除ってことになるんですけども、えー、まあそういう目で見た時にね568条の1項ってちょっと変わってますで見ていくと568条1項、えー、民事執行法をその他の法律の規定に基づく以下ね、えー、まあそのね競売 単に競売って言ってきますけどね、えー、そういった民事執行法等の、ねえー、規定にした従っているその競売に関しましては、えー、その買い受け人はですね、れこれ541と542というのは、これ、あの契約解除のまあ条文ですよね、541は再告解除で、542は無再国解除の条文ですけど、まあ、541、542の規定並びに、563というのは、代金減額請求です。で、まあ、565はこれ、物じゃなくて、権利のね、まあ、不適合。 の場合なんだけど、まあ、物だけじゃなくて権利の場合も、えー、含みますよっていうふうに言ってるんだけど要は簡単に言えば掲柏の,の場合の不適合責任の追及に関しては物だろうが権利だろうがとにかくこの541と542のつまり契約解除ねそれと563の代金減額請求これしかできないんだということなんですよね債務者に対して、えー、結局契約解除か代金減額請求、まあ、しかできないんだ。 っっててことになってますで皆さんにちょっと問題なんですけどなぜ競売の場合ね、えー、その通常の売買の時と比べてその追及できる契約不適合責任のメニューが、まあ、少なくなってるんでしょうかね、まあ、簡単に言うと、まあ、損害賠償請求とか追加履行請求ができないんですよ。まあ軽 によってね競売、えー、されるってことはまあ当然債務者が入ってねそれで債務を履行できないからまあその、ね、強制執行かけられて競売されちゃうわけなんですけれどもそのね競売、えー、によってまあ債務者は別になんか自分で物を売りたくて売ってるんじゃなくて裁判所の手続きが進められてまあ医師に反して勝手にね自分の意思にかかわらず勝手にまあ物をこうあたかもこう、ね、強制的に法律的に売ったような形にまあされちゃうわけなんですけどその時債務者にね契約適合責任じゃ 買いい人がが追すするという時にメニューが少ないですよねその理由は何でしょうかということなんですがあの結局今の競売の特質,特質としては通常の売買と違ってまさにその、えー、物を売る方の立場の人は要は物の、ね、所有者債務者の方は結局自分の意思で物を売ってるわけじゃないんですよ。 要は裁判所の手続きに従って、まあ、強制的に、ね、物を手放すような形で、まあ、結果的に売買してるみたいにはなってるんですけど、まあ、自分の意思に反して、まあ、物を手放してて物手放る感じなんですよねでそういう人に対して、まあ、通常の売り主と同じような感じで、ね、損害賠償責任を負担させたりとかあるいはその追加の履行のせい <laughs> その義務を負担させるというのはそれは当事者の利益考慮上ね競売におけるまあ買い受け人とあと物をその権利を剥奪されてしまう債務者との,その利益考慮上それはあくま あまりにもその債務者に国難ではないかっていう価値判断が働くんですよね。で、そういった価値判断を具体化したのが、まさにこの568条568条の1項だと今のね。価値判断。 を実現する趣旨からねね、えー、その利益考慮上、ね、特に競売みたいにその本人の意思に関わらずですね、えー、物を手放すことになってしまったような場面においてまで、えー、契約不適合があったからといって損害賠償請求や追加請求をね、えー、その認めてしまうと可哀想だまあ要は債務者の立場からしたら要は損害賠償責任やあその追加義務をね負わされるということになりますけど、えー、そういう結果にするのはあまりにも酷なんだということで、まあ、当事者の公平をねこの場面で図る。 上ではあ、それはまあ、そのね、買い受け人の方はは、ここはちょっとね、代金減額請求と、おその契約解除のおだけで我慢してもらうっていう、そういう価値判断が働いてね、でそれをお、そのね、ルール化したのが、まさに568条1項だということになってきますね。というわけで、話は止めますとね、これ、あの568条に関しては、まあ、読み方は、まずね、あの4項から読んじゃったほうがあの分かりやすいと思います。で、その4項を見ると、まず数量の不適合。 それがあの入ってなは何でかあまあ逆に言うとそのね、えー、種類品質ですねあこれちょっと言い方変えましょうか種類品質のまあ不適合の場合はあこれね、えー、この 売の場合は不適合責任が追及できませんでそれは何でかというとちょっと外観上ね数量の不適合と比べると、まあ、分かりづらい種類や品質の不適合に関して、えー、契約不適合責任を認めちゃうとねやっぱその競売の法的安定性競売に対する信頼というのが害されてしまうので競、まあ、売の安定性とかね、えー、その信頼をまあ確保する趣旨からね、えー、その外観上分かりづらいその不適合に関してはね不適合責任からまず除外したんだということになってきますそして今度1項の方ですけどもなぜその1項の方でね、まあ、物 の不適合だろうが、権利のま不適合だろうが、まあ、とにかく、その買い受け人の方は代金減額請求か契約解除しかまできないんですよ。まあ、それは言い方を変えれば損害賠償請求とかその追加請求はできないってことなんですが、それはじゃあなぜなぜかって言うとね。軽売の場合はまあ、その特に債務者が自分の意思に関わらずね。まあ物を手放す。 ような状況になっちゃってるんだと、でそういったところでまあさすがに損害賠償責任とかあ追加義務を負わせるっていうのはちょっと酷なんだってことでね、利益考量上酷なんだってことで、えそこで、えー、そのね損害賠償やあその 追還請求っていいうのを、ね、認めないことににしたそののの趣旨の現れがここ条1項ななんだってことになっててとときますねというわけで、以上ですね、568条に関してはね。ちなみに、この条文は、あのその前のところで説明した条文と比べると、あのまあ、競売の時にしか使えないからね、あの使う場面が狭いから、ちょっと基本からは外れるんだけど、でも、なんかこうしてね、あのこう考えていくとね、いろいろ面白いんですよね。実は、このまあ民法の条文、まあ、実は全ての法律がまあそうなんだけど、まあ、その場面場面での、そのね、利益考慮、価値判断をまあルール化したものがね、その、 法律でありますので、まあ実はこうやって考えていくとね、いろいろ面白いところがまあるんですよね。さて、じゃあ本日の講義で最後もう一つおまけで、えー、575条を見て、じゃあこれで終わりにしましょうかね。575条ですね。えー、まあこれもまあまあまあ条文、まあまあ大事な条文でありますので、えー、575条を見ていきましょう。で、575に関してはポイントはね、これ1項と2項本文を一緒に見るのがポイントですね。 まあ線を引いておきましたけどねでちょっと見ていきますね575条、まず1個、まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は売り主に帰属するということですね、えー、これまだ引き渡されてませんよね、売買は特段の事情がない限り、契約時にね、ねね意思主義で、ね、176条の一主義で、特約所有権の移転時期に関して特に特約がない限り、売買契約が成立したときに所有権が移転する。 というふうに考えられているんですけれどもその、えー、所有権が移転すれば通常は飼い主の方にね果実の収支権があ,のこうあるはずなんですよ。所有者が果実の収支権を持つの のが通常だからね、えー、だけどその通常の考え方を修正しているのが575条の1項なんですよね。まだ引き渡されてない売買の果実があ、まあ、まだ、ね、引き渡されてないな売買の目的物が果実を生じたときはその果実はね、ほら、売り主の方に帰属、本来だったら所有権が、ね、売買時にこう特約がなければ移転してるから本、本当だったら買い主の方に移転してるはずなんだけど帰属するはずなんだけど、売り主に帰属するという形で通常と違う扱いされちゃってるんですよ。でそうすると 今、バランスが悪い状態になっちゃってるからね、ちょっと売り主の方だけ得するような形になっちゃってるんで、それじゃまずいわけなんですよ。そこで、飼い主と売り主のバランス取っていかないといけないんですけども、そこで、567条の2項の本文があります。だから、これ1項と、ね、2項の本文、必ずセットで見ていかないといけないんですね。で、この2項の本文があることによってバランスが取れることになります。で、そうすると2項の本文ですが、飼い主は引き渡しの、まあ、日からね、代金の利息の支払い義務を負うと。これ逆に言うと引渡し前はその 利息に相当する利益を売り主の方に償還しなくていいんだ要は利息分の利益を飼い主が引き渡し前を保持する利益があるんだってことを言ってるような感じなんですよね、まあ、もう一回見るとね飼い主は引き渡しの日から代金の利息を支払う義務を負うんだっていうふうにまあ,あのこうね書かれてますよねこれ逆に言えばねこの見方を変えればこの引き渡しをする前は この利息払わなくていいんだ利息に相当するその利益を飼い主は売り主に召喚しなくていいんだということになります。というわけでその 1, 項の本文と1項と、ね、この2項の本文を一緒に読むと、まあ、まず原則論なんだけど、まあ、普通はあの売買契約というのは、ね、所有権の移転時期に関して特約がなければ、まあ、176条の一主義でその所有権が、ね、売り主から飼い主に移転するとで当然その所有権が移転すればその所有者が果実収支権を持つ。 のが当たり前なんだけど一項がそこをまず修正してるんですよね、えー、その売買があってもまだ引き渡してないね目的物を引き渡してない限り果実の収支権はまだねその売り主の方にあるんだとまた買い主の方じゃなくて売り主の方にあるんだとでそうすると、まあ、売買っていうのは当然代金をねそこもやっぱ代金の支払い時期に関して特約,約がない限り代金ってねすぐ払わなければいけないことになるんだけどまだ代金払ってなかったら逆に言えばそのね、えー 買い主の方っていうのはあその利息に相当する利益を保有することにもなっちゃうわけですよ。本来だったら売買契約の成立と同時にね代金の支払い時期に関して特約がなければ売買契約の成立と同時に代金を先にもう払っちゃってるわけでしょその時点で払っちゃってるわけでしょ。でそと当たり前だけどその代金から発生する利息だって飼い主はもうもらえないわけじゃないですか。そそののののの利利息の部分の利益っていうのは、当然その代金を、 受領した売り主の方にまあ利息ましているわけなんですよね。だけどこの二項の本文はまだね代金払っていなかったらまあ反対解釈になりますけど利息をその、えー 買い主の方がが、ねえー、保有してるる利益があるんだというわけで、えー、まだ売買やったんだけど目的物が引き渡されてない時にこの2つの条文を読むとどうなるかっていうと果実に関しては売り主に帰属してで、えー、その代金から発生する利息相当額の利益に関してはその飼い主の方が保有できるということでここであのバランスが 取れることなんですよね。ちなみにこの条文がなかったらどうなっちゃうかというと、まあ今のあの原則論と今違う処理してるわけなんで、この条文がないと原則論に従ってお互いが不当利得が発生していることになっちゃうから、それぞれをその不当利得の返還義務とか償還義務とかっていう形で、まああのちょっと複雑な法律関係になっちゃうんですよね。だけどそういうその売買の当事者でね、えー、その複雑なその法律関係をまあ避けてね、要は法律関係をまあ簡明にして、でかつそれがあのこの 結果的に公平だということで、法律関係を官名にしてかつ公平にするっていう趣旨から、それでですね。この五百七十五条の一項と、この二項の本文っていうのがあるんだって感じになりますね。まあ、一応このメモとしては。 一応メモつけておいたんですけど、567条1項と2項本文の趣旨ってあのちょっとメモしときました。まあ、皆さん自分の六法に書き込めないと思うんだけどね。あの六法で結構書き,と書き込むところね。<laughs> あの少ないと思うから、まあなんか自分のなんか別の紙に書いとて書,書いとくかなんかね、えー、なんかテキストかなんか書いといてもらえればと思うんですけども。 まあ、571条1項2項本文の趣旨ね、えーで。簡単に言えばその法律関係の官名かつ公平、えー、に処理するということね。えー、法律関係の官名かつ公平,な公平な処理ってやっていきましょうか。ね、公平な処理。という感じになってくるってことですね。 ととといいいいううわけででここの辺の辺ろでえーね、ね。ええて,てもらえればというふうに思います、ね、じゃあちょっとすいませんねまあつたない授業でしたけれどもまあ一応こんな感じで今回ね契約のまあ確論ということでね、えー、まあ贈与のところを触れて、まあ、特に売買のところをねちょっと中心にあの大事なところを触れさせていただきましたけども、まあ、売買のところはあの今日ねあのまあ多少話聞いてあのイメージ湧いてきた、えー、の 来たんじゃないかということを期待できますけれども、債、ま、権、あのほ、ねえー、他のところとこう結構こう関連するところが多いですので、まあ、ぜひね、あのその関係者の条文も一緒にその復習するときに引いてね、でとにかく債権法全体がつながるような形で、まあ、復習を、ね、していっていただけると、まあ、あのこう民法を得意にできるのかなというふうに思いますね。じゃあ、そんな感じで今回、ねえー、の講義はこの辺のところで終わりします。どううもごご視聴ありがとうございいいました勉強を、ね、頑張っっててて続けていってください